声が小さくなってきたな、なぜかっていうと、ちょっと気を使った話をね、やってるんですが、あの、大日本人をね、松本人志第1回監督作品ね、えー、話題の大日本人、これようやく見てきまして頑張って、もう前から気になってたんで、僕やっぱあの、それはね、皆さんとね、皆さんと同じようにもう松本人志の大ファンですから、えー、これ見に行ってきてね、あのー、ね、 詳しい感想はこれ僕自分のライムスターのブログにもこれ永ね,延々ね長文で書いたんでまあその,あの時間がある方はそっち読んでいただいてもいいんですがあの例え話出してください大日本人を見た僕の感想あのねえっ、ー、とーまあ松本人志さんを仮にこれ例え話ですよた仮にものすごいうまいラーメン屋ねすごいうまいラーメンを作ってた人と仮定してください で、えー、僕はねあの僕,僕私歌丸はあんまり今までラーメン好きじゃなかったぐらいなんですけどラーメンとか詳しくなかったんですけどその松本人志さんの出す松本人さん,さんと相棒浜田さんの出すねラーメンは。 とにうまいと確かにラーメンってうめえなとでこのラーメンは今まであったラーメンとも全然味違うしあの最高だと、うん、でそのラーメンのファンになりでその松本人志さんがねまた別個にいろんなお店を出すわけですよちょこっと、まあ、ラーメンのいろんなお店ね違うお店を出す、えー、今度は味噌味だみたいな感じでね出したりとか今度は冷やしだとかね出すとやっぱそれも今までのああんだつけ麺のラーメンってね 今まで俺はあんま関感心しなかったけどやっぱめちゃくちゃ面白いねとかさこんなラーメン見たことねってやっぱラーメンもう松本人志さんのラーメンは最高に美味しいわけですこれ例え話ですよいいですか <laughs> えー、でもう,もう大ファンだったとで、えー、今回その松本人志さんがねそのうまいラーメン屋の店主がですよえー日本そばに挑戦なんとねおおなるほど日本そばあそうですかとで日本そば第一作第一点目が出るわけですよでもみんなもうねあの あのうまいラーメン作る人だからまあね食い物には食い物に違いないだろうからまあ絶対うまいに決まってるよっていうんで、まあ、大行列してで僕も並んだわけですよでまあ僕はね今までそ、ま、ば、あ、は割と好きですよとそば、うん、はいろいろ詳しいんでねまあでもそれのとは別でね別物でひょっとしたらきっともっと驚くそばが出てくんだろうな楽しみだなと思ってうんでねそば食ってみたらこれ立つようですよいいですかその松本さんのねそのラーメンあの、えー、名,名ラーメン、えー、シェフが作ったそばを食べてみたら 味しないんですよ全然味がすごいしないんですでもであのー、味しないっていうか脂っこくはあるんですよでよく見るとそばなのにあの豚骨だしとか使ってるんですよでああなるほどまあでも松本さんだからこれきっときっとうまいのかなとか思って来るんですけどどう食っても味しないどころかあの奥の方にあんことか入ってるんですよ豚骨の奥にそばですよ で、もう明らかにもうこう、要するに自分の口的にも,もう拒否反応をだんだん示し,してみなさせていくわけつまり俺の味覚は明らかに「うんまずい」ってこう言ってるわけです味覚はねで味覚っていうのはものすごく主観的なものだしそのまあ俺のものじゃないですかでもその店主も「いやーこれねあの、分かる人には分かる味ですよ」みたいな感じで出してるし分かんないなら帰ってくれぐらいの感じでね で、周りにいるこうんかこう分かった風の客もさ「うーんこれななるほど」かなんか言ってるわけですよで俺がちょっと首かしげてると隣の分かった風の人が「俺ね二度三度と食ううちにねこれじわじわ来るんですよ」みたいなこと言うんですよ「はぁ、あ、そういうもんですかね」と「そういうもんですかね」つって僕は食べ終わって「ごちそうさまでした」 思っ、えー、歩きながら二度三度かわかるけどわかるよそうかもしれないよでも俺は二度と食わねえってう、うん、思ったみたいなね例え話わかります大日本人を見た俺の例え話これわかりますかねうんなんて感じでね、うん、まあまあまあでもさあのー、なんだろうなあのー、こうやって僕が ね、たった一杯の、たった一杯の蕎麦を食べたことだけで、こんだけ永遠話せるわけですよ。っていうことは、すごい費用対効果いいわけじゃないですか。という意味で、大日本人はすげえいい映画です。 2007年の初監督作、大日本人がカンヌ国際映画祭に出品されるなど、映画監督として華々しいデビューを果たした松本人志の長編第2作、えー、前作同様、企画監督脚本主演を松本人志が務め、えー、謎の面室に閉じ込められた男と、メキシコで活躍する中年プロレスラー、二人の全く異なる物語を同時進行的に描いていくということでね。あのー、ですね、シネマハシラーに寄せられたメール、今まで、今年で一番メールが多かったのはグラントリノ。 人と一緒とグランドリードだったんですが、えー、より多いさらにその1.5倍以上、えー、間違いなく史上最多レベルのメールが届いております、えー、という面倒くささ正直言います、面倒くせえっていうのはやっぱほらファンのねやっぱり松本一志さん、ダウンタウン松本一志さんファンの方多いのもわかりますしいや僕もすごい好きなんですよ。もうあの 君たち知らないだろう僕はどんだけ DVD とか全部持ってるか <laughs> !VHS 時代から全部揃えているかそして毎週どんだけ録画しているか <laughs> なんですが、残念ながらメールの傾向はとても不評。ね。えー、ギャグが滑っている。退屈。ギャグがベタすぎる。絵画が向けなそうが、だがあまりに安易すぎるなどなど。 えー、中にはですね、えー、私は松本信者、な、松本さんの熱狂的なファンなのですが、それでも今回の映画はちょっととカミングアウトしてから酷評する人も多いということでね、私もいつもより若干声がね、ひそひそ声気味になってますね、なんかね、えー、この感じがまず不健康だよね、<laughs> 不健康だと思うんですよ、やっぱそれは。はい、えー、いきますよ、えー、ちょっとね、代表的なとこいきます、えー、ラジオネーム、ハンコツさん、えー、っとね、僕はダウンタウン、そして松本人志の大ファンです。 ごっつや、ガキ塚で死ぬほど笑わせてもらったことは数知れず、前作の大日本人も結構好意的な意見を持っています。が、しかし、今回のシンボルに関しては、期待を裏切られた点では史上最悪の映画といえます。浅はかな知識で描く宗教、そして哲学、何も美しくない映像が延々と繰り出されるとこは心底へきき。解釈は人に委ねると監督は言っていましたが、表面的な記号を並べただけのものを観客の解釈に委ねることは逃げや安易としか言いようがありません。そして、 えー、これちょっと若干ネタバレを含む、あのー、描写がね物言、あのー、い,いというかあれがちょっと若干入ることはご了承の上ね、えー、なんならもう今すぐあの文化放送の方に回していただいてラストの主人公をの姿をある人物に見せて神を連想させるようにしてましたが、えー、本来の意味ではそれは神じゃねえよそんなことも知らないのに神がどうの天使がどうの修行がどうのと描いていることはもう終わくこんなもん海外の映画祭で賞を取れるか。 これね、でも、ちょっと、後ほどちょっと僕が触れることにもね、あ,のあれですけど、ちょっと僕もあの、そういえばそうだなっていうかね、その、神的なものを扱うっていう時は、それは要するに海外に持っていく時に、一番実はセンシティブなことであって、そこの意識あんのかなっていうと怪しいかなっていうのは、確かにこれ,、ね、あのこれ読まさせていただいたらなるほどなと思いましたね。えー、これちょっと褒め系です。褒め系っていうかね、すごい、あの、多分松本さんのすごい支持派というか、八五郎さん、えー、シンボルね。この作品を語る上で勘違いしてないはいけないことがあって、 一つは、自主規制が厳しくなった現在のテレビの中では、えー、もはや松本人志の笑いは放送できなくなってしまっていること。そしてもう一つは、松本さんが映画というものをあくまで自分の世界観を表現するための場所としてし、 考えていないなことですが、えー、ごっつえ、ね、感じでやってたようなコントだったら映画にしないでテレビでやればいいじゃんという批判は的外れだし、えー、テレビのコントを持ち込んで映画を冒涜しているというような映画ファンの過度な思い込みもまたやはり性格をい,いていないのではないかと思いますというようなね、えー、ご指摘でございます、えー、そしてですねこれ、えー、ちょっとねネタバレもというかですねあのー、そのラストに関わる部分なんですがあまりに見事な えー、解釈というかあまりに見事な提案なのでちょっとどうしても回させていただきたい、えー、これあのお気に入りね目じゃない方もあの遠慮なく NHK の <laughs> ダイヤル回していただきたい、えー、とラジオネームねオ <laughs>、えー、っしョイ山本さんねうーん最後のスイッチ押さえなかったな失敗だと思いますそしてこれ見た方なら分かると思いますが最後のスイッチ最後のスイッチでコミック六巻でしょうっていうねうん俺これはね感心しましたはい俺です そしたら俺結構拍手急だったかもしんないっす <laughs> そこまで舐めたことされたら、うん、ねということでこれ見事だとおっしょい山本さんいいわ、うん、いいですいいですえー、ということでねあのシンボルえー、私ですね公開1周目えー、昼間ぐらいに行ってまいりましたえー、でもねそんな大日本人の時と比べるとね、まあ、公開規模ちょっと広がったせいもあんのかなそんな入ってないかった正直入ってなかったですね4部 ?3 部うん って感じでででしたね公開週目ですよでやっぱりあと、大日本人の時より、なんていうんですかね、熱量っていうかな、が、やっぱ全体、やっぱ低い、期待値が落ちてるなって感じは間違いなくありましたね。大日本人の時はそれで終わって、期待値がすごい高いところから始まって、えー、っていうのがあったけど、今回は終わった時に、まあ、うん、あ,あうん、まあ、みたいな、うん、あ,あうん、まあ、うん、みたいなのが、リズミカルにこう、なってる感じで。うん、でもね逆に 笑いが漏れるところは、大日本人よりも自然に漏れてるところもあった。っていうのはこれ、口述しますけど、あの、要するに、テレビ的な笑いだからですけど。はい。えー、とはいえね、えっ、ー、と、まあ、基本的にはみんなやっぱり普通の映画よりは明らかに、身構えてきてるお客さんばっかりなわけですよね。これ、私も含めて、褒めるも、くなすも含めて、身構えてきてる。こんな映画なかなかないですよ。良くも悪くも、あの、 偉大な松本人志が撮ったものなのだからという前提ありきって、これはもう仕方ないですね、この日本で。我々が見る以上は。うん、そういう映画であるということは、これはしかもよくも悪くもで、それがあるからこそ松本人志さんはやっぱり映画を撮り続けられる立場っていうか、あの、そういう立場。だからこそその、意味をみんな一生懸命読み取ってあげるっていう、そういう恵まれた環境でまして、で、それを作ったのは松本人志のやっぱり偉大な功績ゆえ。これは誰も否定できないところだし、ゆえに、 その、やっぱりその普通よりハードルが上がっちゃうっていうのもこ否めないところで、あのね、僕あの前作大日本人に関して、えー、この番組でも実はオープニングトーク的なところで軽く触れたんですね。まだシネマハ柱始まる前でした。で、僕はやっぱ当時、かなり批判的な評価をしてるんですね。やっぱちょっと、あの、いろいろこう、僕的には納得できないところが多かったわけですね。でも、 今はちょっと考えが変わったところもあるんです。大日本人に関しては。っていうのは、やっぱりこれも皆さんもうちょっと想像つくと思いますが、この2年間、えー、このシネマハスラーというコーナーを通じてですね、えー、本当にありとあらゆる意味で、えー、腐り切ったひどい映画の数々を前よりもやっぱり数見るようになったわけですね。で、その中にはやっぱり、同じくその吉本興業所属の、まあいわゆるそのお笑い芸人さんが撮ったという映画もやっぱ入ってるね。 えー、まあ、具体的には2本ですけど、うーん、でね、そのねやっぱりお笑い芸人ならではの面白さ、この面白さっていうのは、今,今,今日も面もさっていう言葉を何とか今使いますけど、それは笑えるってことじゃなくて、インタレスティングって意味ですね、もう、混みません、ね、要するにその興味を惹かれたりとか、ああ、これは面白いなーって言えるものってことです、笑えるってだけじゃない面白さ。 っていう意欲がね、やっぱりその僕が見た日本、まあ、正確に言うとドロップと偽札ですけど、<laughs> うん、からはやっぱりそのお,お笑い芸人ならではのっていうのはね、やっぱり感じられないんですよね。その日本、それぞれ違う出来なんですけど、なんかその映画監督っていう伯がそんなに欲しいんだって感じがしちゃうんですよ。そのさ、まあ、北野武史みたいにね、ビート武史さんみたいに、 いきなり映画に愛されちゃったっていうもう特殊な才能っていうかまあもう才能ですよね。いきなり映画に愛されちゃったみたいな人はちょっと別格としてね。そのやっぱりお笑い芸人がわざわざ映画撮るんであればね、お笑い芸人って何ですかだって面白いことっていうのの追求者なわけでしょが面白いこと一個もない普通の普通よりちょっとつまらないものとか撮って満足しててどうすんのかって思ってたんですね。そのお笑い芸人としてそれはどうなんだって思って。 わけですよやっぱりそういうものを見ると覇気のないものを見るとそ,そこへ行くとやっぱ松本人志さんっていうのは大日本人っていうのは少なくともお笑い芸人が作る映画ならではの何か面白い新しいことをやろうというその意欲志には溢れてるここは疑いようがないわけですようんまあ言ってみればその自分がお笑いというもので築いてきたキャリアでもって映画という巨大なある種そのまあ権威ですよねに対抗しようとまあしているわけですよね で、その、まあ、その、志の部分っていうのがね、これは、あの、多分にその、そういう、い志がある割には映画というものに対する、まあ、多分におそらくは無知でがゆえに、その、まあ、質がついていってない映画として、うん、ゆえに、結局その、志はあるけど、ついていってないできたものが、だから、作り手のその、プライドやエゴ、及びそれを甘やかす構造みたいなものだけが際立ってしまって、より系に反感を催すっていうのはあると、 思うんでですよねでなおかつ例えばそのさ大日本人で言えば、まあ、賛否両論でその P の部分もやっぱり気になったんじゃないですか松本さんもインタビュー事後のインタビューでまあ作ってないやつに何か言われたくないよねみたいな、うん、あのそれは絶対に言っちゃダメな一言、うん、本当に迅速をがっかりするような発言とかもされてよっぽど悔しかったなと思うんですけどっていうねもので反感が余計増しちゃうで僕の批判もおおむねそういうものでしたやっぱりね。 うーん。なんだけど、とはいえ、とにかくもうさっき言ったように、何か独自の面白いことを、その、本気でやろうとしてるっていうだけ、やっぱりさっき挙げた、ただ映画監督の箔が欲しいだけの人の作品と比べたら、もう5億倍マシなんですよ、やっぱり。うん、で、よく考えたら、大日本人も俺好きな場面はいっぱいあったんですよ。あの、大佐藤がスクーターで坂を登ってく、カット、の、とことかすごく好きだったりしたな、とかそういうところも思い出したりして、すいません。そんな、そんなひどっ、うん。いや、まあ、 言いたこともあるけど好きなとこもありましたみたいなねであのー、ただねやっぱりその大日本人もじゃあ決して僕はうまくいったとは思ってないその原因としてちょっと僕の考えがあるんですけど、あのー、要は松本人志さんという方はおそらくいわゆるそのお話ですよねつまりそれこそハリウッド映画的なといいますか娯楽映画というものが持っている物語構造みたいな意味でいうお話を語ることには全く興味がないんじゃないかってことなんですよね。 要はその何か面白いアイディアね面白いアアイディア一発をディテールをどんどん,どんどん細かくしていくことによって展開していく面白さだったりとかさうんまあ要はディティールアイディアとディティールの人っていうさまあビジュアルバムってねあの松本さんのその前にビデオで出た作品とかも大体さそのオチはどうでもいいじゃんみたいなのが多かったと思うんですよねやっぱね。 うーん例えばなんだろうな、あの、不動産屋に行ってさ、うん、あの、浜田さんとやりとりして、そのやりとりが面白いんですよ。で、最後は結局その部屋に連れてって、窓を開けたら、なんかがあってわーって終わるんだけど、そこは別にどうでもええやんっていうさ、今,今までで十分面白かったよ。ああ、面白かったですっていう。で、それはね、いいんです、いいんです。アイデア一発をディティールで細かくしていくって面白さ、コントならいいんです。ただそれ、せいぜい持って30分ですよね、やっぱね。 つまり、お話を語る気がない。アイデア一発をできる細かくしていくという面白さの人なんだから、やっぱりね、資質としては、やっぱり、映画向きじゃないんだよね。で、どうしてもね、先ほどの方が指摘されたように、その、かける場所がないから劇場でやるんだっていうんであれば、じゃあ、オムニバス形式でやってくださいよ。ビジュアルバムみたいに。だったら、もうちょっとその、こっちも面白いような印象を持てるかなっていうね。で、今回そのシンボルで僕は完全にその確信を深めたんですよね。あの、 えっと、メインになってる、その白い部屋から脱出するっていうエピソードだけで30分の作品だったら、僕は全然事後の印象は、ああ、面白、まあ面白かったっすって感じたと思うんです。事後の印象ってもっと良かったと思うんですよね。あの、脱出して、ね。あの、脱出したはいいがっていう、あそこぐらいでいいじゃん。あ俺、あそこはすごい笑いましたよ。なんだけど、その,の、やっぱり映画という体裁を整えるために、 か知れませんけど、その白い部屋と対比してさっき言ったように、そのメキシコのそのルチャリブレね、あの覆面の、うん、えー、レスラーのエピソードをこう対比させていく。で、そのなんでメキシコでルチャビレリブレかっていうと、まあ、とにかくその松本氏なりに、そっちは白い部屋と対比として映画らしい、ね、映画らしさの演出っていうことですよね。んで、その落差でこの面白さを表現するという意図なわけでしょ。まあ、確かにそのメキシコのシーンは、その、あ、これが松本人氏の映画って、 って思うぐらいい普通の映画っっぽいルックにはなってるんです見た目にはなってるんですねでもねでもそのミズチャリブレのそのレストランの人がエスカルゴマンっていうのが出てきたと場面とかさ普通の部屋の中でいきなりマスクかぶったまんまだったりして、うん、なんかこう中途半端にやっぱりお笑い的なくすぶりをそういうところにも入れてきたりしてね違うでしょこれ意図をねもしその松本さんのその意図っていうのがその映画的であるふうな対比で言うんであればねこのメキシコの場面はもう。 これ以上ないほど大真面目にドラマとして成立させなきゃダメでしょ映画としてこっちはなのにこっちはなんか非常に表面的にキャラクターをなぞるだけでやっぱり全体的に平凡で退屈なんですよねつまりその見てる側はさその関係ないその白い部屋でそのパジャマのとこが脱出を試みるっていうエピソードとメキシコのルチャブレル・リブレのエピソード関係ない2つだけど見てる側はだってぜどうせまあそれはこれ後でなんかこの2つが交差するんでしょ で当然、当然それは思うじゃないですか。分かってるわけですよ、そんなことは。うん、ていうか、それが交差しなかったらそれが本当に驚きだけど、うん、実際するんだしさ。うん、それは全然驚きでも何でもないわけよ。うん、で、で、そのメキシコ側を対比として用意してるメキシコシーンを、こっちはこっちで本気で面白く作ろうとしてないから、こっちだけで単体でも見れて面白いっていうところまで作ろうとしてないでしょ、明らかに。だから、 こっちのメキシコ人はただの後でサプライズ用のネタフリだっていうふうにこっちもわかってるから、うん、退屈だなぁ。うん、ネタフリのためのネタフリを見せられるっていうのは本当退屈っていうのはもうね、このシネマハスラでも何度も何度もしてきてるところで、うーん、でね、その関係なさげな二つのエピソードをその並行して語って後でそれが交わるっていうアイデアそれ自体はね、なんか作り手の皆さんがインタビューとかでこういう映画他にないでしょうとか言うんだけど、あるよ別に。うん、あの、 それはでも観客にも予想がつく程度の普通の映画的アイデアですよだってカットバックとかってそういうことだからさ、うん、で実際ねそのいよいよその松本さん演じるパジャマ男とそのメキシコの方のエピソードが交差する時ねここはだん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 重なってくるなって時にカットバックで要するにお互いをこうお互いのシーンがだん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 切り早くなっていくわけ入れ替えがそれってすごく普通だよね <laughs> 交差していくところがだんだん早くなってってああ重なる重なる重なったって普通じゃねそれ。 うん、でまあ、いいよ別にそこは普通でもいいんだけど要はここまでは観客はそのアイディアには何一つ驚いてないわけどうせ交差すると思ってたんだから何でねびっくり面白く感じるかっつったらもうそこで起きる出来事がこちらのどぎを抜くような面白いことなんでしょうねと思って見てるわけよ。面白いことが起こるさぞかしこれはこんだけ引っ張ってんですからね面白いことが起こるんだろうなーって起こることがねあのー、悪い意味で。 本当に単にくだらないだけっていうか、これがね、単にくだらないといつまり、これが異常にくだらないまで言ってればまだいいんだけど、なんか微妙なくだらなさなんだよね。なんか、で、みんな多分ここで、あ、あれ、ちょっとどうしよう。 本当につまらないっていう頭を抱えた方が多いんじゃないかと思うんですよね。で、そのメキシコエピソード、パジャマ男エピソードがまあ交差してから先、こっから先は確かに若干観客のその予想を超える的な展開があるんですけど、それが面白いかどうかについてはちょっと後ほど言いたい。まあ、とにかくその白い部屋とその実験、いわゆる現実社会みたいなののリンク、平行和法みたいのは全く効果的とは思えない。 っていう感じに終わってます。でね、とはいえ、とはいえ、最低限、やっぱりそのメインの白い部屋からの脱出エピソードっていうのが、ちゃんと面白ければ、まあ、ある意味他が多少雑とかだったりつまんなかったりしても、まあ、まあいいってことじゃないですか、それは。つまりその、松本さんは前述した通り、アイディアとディティールの人であってストーリーテラーではないわけですから。これ実際このシンボルって映画は、完成台本があって作ってる映画じゃないんだそうですよ。 えー、アイデアがあってその現場でアイデアを膨らませながら皆さんで相談しながらどん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 膨らましてったっていうあれですからその意味ではその何て言うかなその白い部屋のところが面白ければそのビジュアルバム的に納得できましたっていうことになるわけですねしかもこの白い部屋のシークエンスっていうのは前作のその大日本人のそのいわゆるフェイクドキュメンタリーっていう形式よりももっともっと全然わかりやすくいわゆるコメディ的なシークエンスなわけですよね しかもそのコメディ的っていうのが、これも作り手自身が言ってることですけど、その、無声映画的、サイレント映画的表現とまで打ち出してるわけですよね。セリフが少なめで、え大日本人時に伝わらなかったそういうニュアンスをもう、もう伝わるかもしれないと思って、みたいなこと言ってるわけですよ、作り手の皆さんが。それってすげえ実はハードル高いこと言っちゃってんだけど、多分そのハードルの高さは、まあ、そんなに意識していないんで,でしょうが。まあいいですよ、いいですよ。つまり、この場面でこそ、 じゃあコメディ映画ね、少なくとも映画というその舞台でやってるわけですから、コメディ映画作家としての松本人志さんの進化が問われるわけじゃないですか。ところがね、これ結論から言えばね、ほんと、まあ、すごく優しい言い方すればもったいないと思いましたね。あのー、もっとそれをコメディ的にも笑い的にも映画的にもちゃんと面白くはできる設定というか、ことだと思うんですよね。ところがね、要所要所であまりにもね、 安易にテレビ的なお笑いメソッドみたいなのをかぶせてくるせいでやっぱ台無しになっちゃってる多いかなっていう気がするんですよねあのまあさいきなり訳、えー、も分からず、えー、とあるよく分かんないね部屋に閉じ込められて、えー、でその部屋にこうパズル的に仕掛けられた様々なトラップを、えー、最終的に解くことで脱出していくとまあこれほらあのーまあ、映画で言えばあのキューブなんて映画ありましたよね、えー、であのキューブまあキューブとかを思わせるような これだってだから斬新でも何でもないわけそういう映画はあるんだけどまあいいよいいよキューブ的なそのゲーム感覚のそういう仕掛けっていうのが一つとあともう一つはこれあれですね松本人志さんの,のビジュアルバムのあれ二巻目かなあのマイクロフィルムってやつであの要はなんか中国マフィア風に扮したその松本人志さんとかねその板尾さんとかがここにこう遠藤さんを殴るすごくこうリンチしてると遠藤さんのお尻からいろんなものが出てくるうんちまみれの <laughs> っていう、まあ、すごく面白い、その、あれがあるんですけど、うん、で、そういう、だから、要は、あれのちょっと変形ですよね。一見、ランダムに出てくる何かものっていう。で、そのものの、うん、文脈的な、その、言ってみれば、ズレの部分で笑わせるみたいな。もしくは、その、そうですね。もの、ものの持つ文脈のズレで笑わせると。でね、まずちょっとね、この部分、文脈のズレで笑わせるんだから、その文脈を見る側が共有してるのが、これ必須なわけですね。これで笑いが生じるためには。つまり、 ものすごいドメスティックな話題なわけです。文脈が共有されてるようなコミュニティでないと諸説しないわけですから。すなわちイコールこれは無性映画的では全くないわけです。あのね、今回いろんなものが出てきます。チンコを押すとものが出てくる。ね。えー、お箸とか、えー、寿司とか、盆栽とか、漫画とか出てくるわけですね。で、これがまあ、そのうがった見方をすれば、外国人向けというか外国人受けを狙った外国人から見た日本。 外国人でもわかるものみたいなのを狙ったのかもしれませんが例えばね寿司が山ほど出てくんのに醤油がないっていうようなそのギャグのとかありますよねで後から変なタイミングで醤油がなんでやみたいなあれだってさ寿司の食い方というものが当然の絶対の前提の常識として共有されてるからこそ笑えるところなわけで そこまで、寿司は有名かもしれないけど、そこまで絶対の常識って確信できなければ笑いにならないですから、それ。つまりこれはやっぱり日本人向けの笑いですよね。とかさ、あと細かい話ですけど、その漫画ださ、えっ、ー、と、5巻までがあって、次7巻から先しか出て出してくんなくて、6巻、うわーみたいなこと言いますよね。これさ、一見、数字でわかるから、これ世界的にわかるやろってこう思うかもしんないけど、漫画って、 必ずしも世界共通の形式で読まれてたり出されてたりするわけじゃないですから。ああいう1巻からその、それこそ10巻とか20巻まで、1個の続いてる話、ロングストーリーで続く漫画の形式ってすごく日本的なんですよ。例えばアメリカだったら、一冊完結なわけですよね。アメコミだったら。だから、ここが6巻が空いてるから、うーって気持ち悪いよねって、別に世界共通の感覚じゃな、ないかもしんないわけですよ、それは。っていうね。だから、つまりことほどさ作用に、 その、セリフでなくてね、セリフが少ない。で、そんでもって物で表現してますよって言っても、その物自体、そしてその物の扱い自体が、その国特有の文脈を背負っている。えー、そしてその、その、その国特有の、つまり日本特有の文脈をこそ笑いに転化する天才である松本さんっていうのは、やっぱりそもそも海外輸出向きじゃないんですよ、うん うん、でなそのセリフが少なきゃ無性が的でしょっていうのがまずあんた何にも分かってないなっていうことになっちゃうわけサイレント映画なめんなよっていうねことになっちゃうと思うんですよね。でそんなことねその文脈がその国こういうの文脈を抱えてるってこと言えばそれこそ例えばおならとかさ、うん、あとはもうそれこそ天使とかさ、うん、あとチンコだってさ、うん、もう文脈変わってくるわけよそんなの、うん、あと神ですね。うん だから安易に神とかやって、その平然と出してる時点で、うん、海外輸入どうなんだっていうね。うんうん、で、その海外というものに対する視点に関して言えばね、これちょっと打測になるかもしれませんが、その松本さんの、その多分お笑いに対するプライド、すごくドメスティックな笑いを追求、そういう資質の人だからこそのプライドだと思うんですが、その、要は外人に、ね、あいつら外人に分からせるためには、こうやろ、う的な、ある種の見くびり見くびりですよ。を引くくんだ、 でも実際のところは単なる思い込み。うん、ゆえに、うん、なんかあんま良くないっていうかその寿司とか出しとけば的なさ。で、これはなんか以前その電波少年でアメリカ人向けコメディーを作ろうみたいなのやってたじゃないですか。その時からあんまり学んでないなーっていう感じがしちゃってね。うん、なのでそういうなんかちょっと見くびりが全体の質を結果的に落とすことになってるんじゃないかという気がしてしまいますね。そんなこと気にしないで追求すればいいのにね。全然今までやってきたことが面白いのにさ。で、 あの、じゃあね、その、どっちかっていうと、本当にその無声が画的な見せ方をしている部分、その、パズル的な脱出劇のとこね。ええー、まあ、ここが面白きゃままあ、まだいいんですけど、まあ、あい、い,いです。あの、ここはね、確かにこの映画で一番楽しめるところではあるんですよ。僕あの、あの、スポン、スポンスポン,スポン、あの、吸引棒の使い方のとことかすごい笑いましたしね。で、そこはでもやっぱりセリフの笑いなんだけどね。あ、これ、これは、これはこっちつけといてええんや、みたいなのが。<laughs> なんかやっぱま、まっちゃんらしいね。なんか言い方の笑いだしさ。うん、まあそれはそれでいいんですよ。面白かったんだよ。たださ、あの、例えばね、なんとかこう、黒労いろいろ苦心んさん,んして、なんとかしてドランドアの前までたどり着きました。ね。で、脱出劇なわけですから、なんとかして、うわーってで、時間、タイムリミット的なのもなんか設けられてるっぽいわけですよ。ところがそこで、そのパジャマ男は、 ドアの前までたどり着いた瞬間に、いちいちカメラの方に向いて、やったー的なポーズを取ってみせたりするじゃないですか。うん、普通にこれリアルな脱出劇だったら、いやいや、早く早く早くって思うじゃないですか。早く行けよと。うん、なのに、やったー的な過剰にコメディ的な振る舞いをいちいちやるんですよ。だから、見てる側は、この脱出劇をどの程度真剣なものとして見るべきかわかんないんですよ。なんかドシャーンとか言ってさ、何この人は潰されると、じゃあ死ぬの死なないのとかさ。 なんか食べ物を食べてるけど、うんこはどうしてんのとかさ、なんかリアリ、ね、なんかどの程度真剣に、こう、ハラハラしていいかわかんないっていうか、あんまりハラハラしなくなってくるわけ、だんだん。で、あとさ、そういう、なんかよせばいいのに、例えばそれこそさ、おならぷーで、ね、おならがぷーとかけられましたっていう時に、ほんとこれは理解に苦しむほどよせばいいのになんだけど、いちいち説明的なおどけセリフを入れるわけ。 臭いんですけどとか言うんですよ。いや、確かにその臭いんですけどの言い方で笑わせるっていうのは非常に松本さん的ではあるんだけど、だったら、おならプーで臭いんですけどはさ、レベルとしてどうなの、うんうん、あと、そのやっぱりその無性が的ではやっぱ全くなくなっちゃってそのわざわざ、一番無性が的りてるとこなのにさ、おならプーとかケツウッズとかさ、うん、そういうとこにいちいちそういうの出ちゃう。だからどうしてもね、やっぱり松本さんはね、言葉の人であることから離れられないんですよ。やっぱり意味の人なんですよ。 で,でね、その臭いんですけどみたいなつけちゃうのもいやのさもう分かってるのか知しれないけど映画はテレビと違ってみんな観客は椅子に座ってそのスクリーンだけを集中して眺めてるんですから普通、テレビの観客よりもずっと考えてるわけですよ、見てることを理解してるしその先も要するに理解力はさるかに先行っちゃってるわけですだからそのいちいちそういうね分かってることを説明されるこれテレビなら必要なのかもしれませんけどいちいち分かってることを説明されるとね イラッとすするるしね今日覚めするんですよねでそのさそのパズル的な脱出法っていうのもねそれ自体はいいんだけどなんかおそらく多くのこう見てる人がね見ながら「いやもう何それテープあるんだったらもっとそれ早く使えようじゃないけどもっと早くそれをやれよ」とかそんな手じゃなくてもっとこういう手があるだろうさっきのそのあれとかさみたいなそれを要するに先回りしてやってたりとか少なくとも観客がこう思うであろうことと同時には進んでくれなくて大体たい あとなんですよね。なんだよ、それあったのかよ、みたいな。だからすごくイライラするんじゃないかなぁと思うんです。要するにパジャマ男の行動が観客の考えの先を全然言ってくれない。っていうか、さっき言った前述のそのメキシコシーンとパジャマ男が交差するところまで、この映画全体が観客の考えの先を一歩も行ってくんないんですよ。だ、もう全部、はい、まあそうなるでしょうね、みたいなことが後から起こるから、 故にやっぱ退屈だしイライラするっていうね感じだと思うんですよねでまあじゃあいいやそこでパジャマ男を脱出劇と現実世界がリンクしましたじゃあそこから先どうなるかっていうとまあその映画が非常に急速的にそのイメージとしての宗教的な色合いを増してくるんですよねでまあここにまで来るとやっぱりその様々な深読みが可能なような作りにはなってますよまあでも要するにさこういうことでしょ大体2つでしょ えと世界を司っている原理は意外と間抜けかもよーと、うん、でことでしょでもねその世界を司っている原理の,その元の元まで見せてくれないところで終わっちゃうからなんかこのテーマはちょっと中途半端に終わってると思いますねあともう1個はこっちが本音かも表現者たる俺・松本の生みの苦しみと悟り っていうね。わかんねえけど。まあ、そんなこと、そのあたりでしょ。でもね、でもいいのいいの。もう、だからその、この辺はだからあれでしょ。松本さんの考えをすごく理解されてるね、ファンの方々が僕なんかより正しくね、えー、読み取っていただけると思うんでね。それはいいんですけど。でもね、一つ確かなのは、この終盤の展開。うん、まあ確かにその、なんか変わった展開なんだけど、そのシークエンスがね、絵的に非常にしょぼいんです。だから、絵的な驚きがないんですね。これは致命的です。これは、 まあ例えばねそのこう松本さんが上がっていくきにいろんなこういわゆる歴史的ニュース映像みたいなのが次々と挿入されるんですけどそこの並べ方のなんか薄さがイコールこれ作り手の歴史認識の薄さ <laughs> みたいな感じがしちゃってだからこれで言ってみればあの20世紀の総括って言ってるけどそれは昭和40年代の話だよねっていう感じの,あの20世紀少年 <laughs> っていう感じの船舶さっていうか。うん だったらそんな話しなきゃいいのにっていう先白さ。うーん。で、まあ、だからこの場面は、つまり、意味なんか解釈できようができまいが関係ないんです。観客を圧倒してしまうようなシーンだったら別にそれでいいんですよ。ね。あの、この場面、皆さんね、言ってますなんか2001年宇宙の旅みたいなのを連想したみたいな言いますよ。2001年宇宙の旅、別に、あの映画終盤の解釈とかちゃんとできなくたって、なんかすげえと思うわけですよね。なんか、わかんないけどすげえや。 なんかわかんないけど感動したって、俺小学校4年でわかんないけど感動したってとこまでは行ったわけですから。うん、あるいはね、こういう様々なシンボル、象徴的な死んだ万象のいろんな事物がぐわーっと上から押し寄せてきて、それをえ主人公が文字通り足こう踏み越えながらえ何か高みを目指すという描写で言えば、アニメーションですけど、マインドゲームのクライマックス。あの場面をどう解釈するかなんか関係ないじゃないですか。マインドゲームクライマックスは、すげえもん。<laughs> でとにかくそういう、なんていうのこういう理屈がね、説明がよくわかんないけど、なんか説明がわかんないけど、なんか解釈が開かれたようなシーンしたいんであれば、その分、映像的にパワーが、説得力が絶対に必要なはずなんですよ、この場面は。なのに、っていうことじゃん。なのにすっごいしょぼいんですよ、そこの見せ方が。だからやっぱり、最後に、あの、ちなみにこれ、あの、大日本人は、最後の最後で、逆にしょぼくするっていううん。 まあ言ってみれば上手い逃げ方っていうか本人逃げたからまだ俺はあんま好きじゃないけどあれは逃げだと思うけどでも整合性は取れてんだけど本当に失敗しちゃってるっていうかだからやっぱり最後に印象に残るのは作り手の表現力に追いつききれてない肥大したエゴばかりっていうことになっちゃうんだよね残念ながらまあだからまあはっきり言ってダメはダメですよ ダメはダメですよ、これ。はい。あの、ビジュアル,アルバム的基準で言っても僕はあんまり質が高いとも思えないです。その白い部屋の場面だけ撮っても。でも、僕はやっぱり松本人志さんの次回作が作られるのであれば、やっぱり同じように、それなりの期待を持って、これ僕毎回そうなんです。大日本人にしろ、シンボルにしろ、心底期待を持って言ってるんです。僕は。面白いものを今回は見せてくれるんじゃないかと思って言ってます。それなりの期待を持って次回も絶対に行くでしょう。間違いなく。そして同じように、 ああだこうだ言うでしょう。うんっていうね。で、そうさせる程度にはやっぱり、まあ、その、なんていうのかな、そのさっき言った映画という箔が欲しいだけのね、クソ野郎どものを作るものと比べれば、<laughs> やっぱり5億倍、なん,かなんていうか、好ましい、好ましいものはあるっていうことですね。まあ、願わくば次はもうちょっと身の丈に合った題材とアプローチと、あと、公開規模。こんな実験映画、ミニシアターでいいよっていうね。<laughs> うん、だったら実験してくださいとは思うけどね、僕個人的に。あとはやっぱオ麦バスとかにした方がいいんじゃないですかとかね、とは思いますけど、うん、あのー、なんていうかな、ね、やっぱりその、みんなこうやってさ、語れることを含めたコストパフォーマンスだって、そのみんながさ、今回、あの、ね、リスナーの皆さんが送っていただいたメールの数が史上最大。で、それも、皆さんやっぱ黒いわけです。濃いわけです。事実が多いわけです。こうやって語れるっていうね、語りも含めたコストパフォーマンスってことで言うなら、これ抜群ですよ。 抜群のコスストパフォーマンスですよねで結局これ、まあ、そこも含めて手のひらで踊らされているんやでっていうことであればあそうかもしれませんそれであそれでいいですということで、えー、その意味でおすすめです。<laughs> さや侍 えー、芸人のダウンタウン松本人志による大日本人シンボルに続く監督作だ3作目、えー、刀を捨てて鞘だけを下げた侍とそんな父を軽蔑しつつも見捨てられない娘2人は侍の誇りと命を懸け殿様の息子を笑わせる30日の行に挑んでいく、えー、侍を演じるのはバラエティ番組で人気を博した演技未経験の野見孝明さん、えー、その娘を えー、僕の初恋を君に捧ぐの熊田聖也さん、子、ね、役の方が演じているということです。はいということで、ねあのー、松本人志さんの監督作、以前、シネマハスラーではシンボルというのを、ね、取り上げましたけど、まあ注目作というかね、ねいろんな意味でやっぱりその見た人がとにかく何か言うことで現象として成立するというところもあるんでしょうから、っていううのもあるんでしょうが、まあ、メッセージの量は非常に、えー、多いです、今週は、ね、案の定というべきか、えーで。メッセージの傾向なんですが とということで、えー、の褒めている人が、えー、と大体全体の3割から4割ぐらい結構実はそのシンボルとかの傾向からすると結構多めかもしれませんむしろ、えー、とラストで泣いたとかですね、えー、クライマックスいい意味で裏切られたなどの絶賛ムードもある人も来、えー、いと、えー、過去2作と比べて今回が一番いい松本人志は監督として一皮むけたという意見もありますと、えー、反面否定的な意見もまあ多いと。 えー、主人公の動機や行動が説明不足で感情できないとか普通の映画っぽくなったことで逆にダメになったとか、まあ、いろんな厳しい意見も目立ちましたと、えー、いうことですとはいえ、まあ、一連のなんか感じの傾向化すると思ったより3が多いなという僕は印象ですかね、えー、っとご紹介いたしましょう代表的なところ、えー、ラジオネーム福田さんも好きさん男性発明、えー、ルいただいてますありがとうございます、えー、この映画は傑作だと思います 松本監督の全2作も拝見しておりその2作に関しては設定のアイデアは素晴らしかったのですが、えー、映画としては全くまと,ま,とま,まとめきれなかったかな、えー、奇作、奇作あの奇怪な奇作、もしくはダサ作だったという感想です。いいいいいろいろ書いていただいて、ただ 松本監督の今までの作品の根底にある共通テーマは、えー、笑いと悲しみだと思いますが本作ではそのバランスが非常によく取れていたと思います、えー、笑いが徐々に悲しみにシフトしていく様は実に見事でしたと、えー、クライマックスのシーン一連のシークエンスはプロフェッショナルな監督では取れない むしろぎこちない荒削りな技術だからこそ撮れる最高の名シーンだったと思います、えー、最後になりますがなぜこの映画が前2作より圧倒的に優れた作品になったのかというと、えー、松本監督にこの映画に込めた明確なメッセージ伝えたいことがあったからで、えー、観客はその熱量を感じずにいられなかったのだからだと思います、えー、でこ,れこれはですね、まあ、映画監督になりたいという理由だけで映画を撮るタレント監督では作れないものだろうと えー、映画としてはツッコミどころが多く荒けずりな部分もありましたがそんな些細なことを吹き飛ばすくらいパワーを持った作品だったと思います、えー、やっぱり映画監督の才能って3本ぐらい取らなきゃ判断できないですねというね福田さんも好きさんからのメールでした、えー、ちょっとじゃあ批判的なところも言ってみましょうかねボルトマンさん名古屋市男性会社員えー、っと「さや侍」の感想ですが松本映画で最も残念な作品でした私は松本信者ですねもう大ファンだと、えー、私の感じる松本氏の映画に対するスタンスは 映画というのはあくまでもお笑いをやる上で表現するための曲がりした場所でありお笑いが一番偉いといったような尖った心意気が映画の枠に収まりきらずはみ出してしまっているところに他にはでは見られないオリジナリティがあり結果、そのいびつさこそが松本映画の魅力になっていたように思います、まあ、加工作に関してですね。はいえー、で、今回の「鞘侍」は今までは批判の対象となっていたようないびつさを極力削りながら映画としてスマートにまとまりのある過去。 ままとまりのあるるように見える作りになっており、えー、松本氏が過去2作で見せていたような姿勢から作りを映画、カ、ね、こコつきの映画の方に寄せてきているように見えましたいわば、えー、作風を置きに行った、ね、映画としてまあ要するにちゃんと作る方向ということですかね置きに行った結果映画としてとんでもなく残念な作品になってしまっており、えー、結果脚本のずさんさだけは目立つようになっていると思いますというね、えー、まあ感動げなシークエンスにも心を動かされなかった松本氏は Life is beautiful ね、あ,のありましたね、ライフ・イズ・ビューティあの、えっと要するにホロコーストというか、ナチの収容所でお父さんが子供を、ね、えっを、と、笑いで、まあ、要するにこう、ね、見せていくという、ね、ライフ・イズ・ビューティフ、ありましたけど、えー、おやりたかったのか知りませんが、ライフ・イズ・ビューティフは登場人物が、生、えー、への執着を見せるからこそ感動的なのでありというね、えー、それに比べ、サヤ侍ののみさんは与えられた指令を黙々とこなすだけで、生への執着を示すような姿勢やセリフが見られない、えー、で最後に、まあ、ちょっとある種、クライマックスの展開があって、えー、侍のプライドを守りましたと言われても、 えー、共感できないというふうに書かれております、えー、最終的に見る者に映画的形を出させようとするならば脚本がずさんなのは致命的であり、えー、脚本協力をよく言えば気心していた仲間悪く言えば映画脚本のアマチュアで構って固めたのは、えー、映画をまた見るものをなめているとしか思いませんでしたとあと笑いという観点からもまあ新しいものがない、えー、働くおっさん劇場、えーまあのみさんが出てたやつですねを超えることはできていないと思いましたと、えー、いうことですちょっと逆させてくださいね えー、はいえっ、ー、とねコッポラ秀一さん。 はえー、と若君様を笑わせられなかったら切腹というバラエティー形式で進んでいく本編、えー、でも、えー、それがあれこれがさっぱり笑いが取れずそれが実際観客の私たちにも面白くないためただただ痛々しい芸を延々見せられるというまさに120分の行でありましたという、ねうんえー、こともおっしゃっていたりしますでも絶賛も本当に多かったですあの泣きましたとか、えー、感じですねはい、えー、私、さや侍も今回また2回見てきたんですが今回、ね、ちょっと驚いたのは、まあ、入りはまあ3割ぐらい34割って感じでしたかね だったんですけど1回目にその見た時にです、ね、新宿ピカテリーであの出入り口でこれ多分吉本の社員さんだと思うんだけどなんかアンケートを、ね、やってて要はそのどういうアンケートかっていうと「さヤ侍アンケートご協力のお願い」要はこの映画を何で見に行きたいと思いましたか とか見た後の感想ね例えば予想以上に泣けたとか予想以上に笑えたとか、えー、こういうアンケートのあれがあってどのシーンが印象に残りましたこういうアンケートを吉本の人がこう配って取っててアンケートにお答えいただいた方には「吉本バッジプレゼントします」なんつって言ってんだけど「あの吉本バッジ僕俺アンケート用紙と一緒にもらっちゃったんだだめじゃん」って思ったんですけどどんなことやってて。 だからひょっとしたら宣伝に迷ってんのかなって思いましたね、あの要は笑い方向で宣伝するのか感動方向で宣伝するのかその反応を見てなんかこう探ってんのかなみたいな風に思ったりしました。で、えーとーはいえー、とシネマ・ハスラーだと前作、えー、シンボル第2作目取り上げさせていただきました、えー、とでそのときに、まあ、どういう感じだったかというと、まあ、1作目の大日本人見た時は結構僕は批判的だったんだけど、えー、と大日本人の評価を相対的に情報修正。 しつつ、まあ、シンボルに関しては、基本国標方向だったという結論付けていいと思います。ただ、まあ、あのー、すごくリスペクトは。 松本さんまあ、いわゆる松本信者って人ほどじゃないにせよあの例えばいまだに番組もやってればできるだけ見ますし録画してまで見ますし、えー、あのこの間の NHK のコントもねあのいろいろ意見あるようですけど全体としては僕も言いたいことがないわけじゃないけどあの通販のやつとかはやっぱすごい好きだしあ,のあと幽霊の,あのやつありました、ね、幽霊がこう出てくるやつなんかあなんか J ホラー的表現みたいなのちゃんと体得しちゃってるよと思ってその上でのなんてなんかさすがだななんて思ったり、えー、してるぐらいで基本的には ものすごくリスペクトがあるんだということは、まあ、分かっていただけたかなという感じであると思うんですけどね。で、まあ、今回の第3作目、えっとまあ、その前2作とは大きく違う。 作りにもなってるわけですまずまあ何といってもやっぱ主演が松本人さん本人じゃないということですね野見孝明さんという方、まあえっと「働くおっさん人形」っていう2002年からちょっと日曜の早朝でやってた番組でその続編の、えっと「働くおっさん劇場」にも出てらっしゃった、えー、まあ要は基本素人一般人、まあ、芸能人芸人ではない方というね野見さん、えー、というおっさんがおりましてですね、えー、でまあこの野見さんも含めてこの「働くおっさん」シリーズってどういうものだったかっていうと言ってみれば 僕なりの言い方をするならばあの根本隆先生的な漫画家の、えっと、根本隆先生的ないい顔イズムみたいな、えー、要するにまあおじさんとかねおじそ,のまあそういうおじさんのいい顔ですねまあ皆まで言わせるなと言いたいですけど、うんはい、根本隆先生的ないい顔イズムみたいなもののギリ大衆向け版みたいなバラエティーだと思ってくださいギリですそれでも結構ギリアウトかなって思う瞬間もいっぱいあるようなはい。 えー、すごい面白い番組でしたぱっと見どこにでもいるようなでも実際こう一癖も二癖もあるような、まあ、でも普通のおっさんたちっていうのをいじって、まあ、味を引き出すっていうバラエティだと思ってくださいよでちなみにこの働くおっさん人形あのライムスターのです、ね、私属しておりますライムスターというグループの「俗現生に晴れ」という現ンに体を張れという 曲がありまして、えー、その属という方ね、2003年の曲ですけど、その僕のあの歌丸パートのリリックの中に日夜働くん人形ってこう引用してみたりとかですね、まあ損害ファンだったっていうね、えー、番組でございます。まあ DVD も持ってますと、で、まあその中に出てたのみさんということなので、あのー、これですね、同じその例えば素人を起用した素人を主演に起用したえー、っと長編映画というのでもですでもですね、例えば。 あの劇場版「新生かまってちゃん」この間シネマスターで扱いましたけどあそこで、えー、とかまってちゃんのマネージャーの剣さんという方を本人役で起用してでそれがそのまんまでバッチリハマってるみたいなのとは間違いなく意図が違ってるわけです、えー、どういうことかと言いますと、まあ、こののみさんというその人の素材のですね生の素の反応をまあ引き出す、まあ、要するに彼という素人だからこそ出せるあざとくない、まあ、ひたむきさとか、はい、みたいなことが狙いであると。 要は一種ドキュメンタリックな効果を狙ったキャスティングかと思われると、まあ、それが証拠に、えっと、撮影時にはこののみさんにはできるだけその何を作っているのかっていう全体像を伝えないまま進めていたというぐらいでということです、まあ、ドキュメンタリックな効果を狙っているのであろうということは間違いなかろうとで,、えー、でまあ全体としてはねそのまあ時代劇風つまり明らかにフィクションしかも劇場予長編という中で主役だけがそういうドキュメンタリー的なキャスティングと演出をされてるっていうのは 確かに作りとしては非常に実験的だし意欲的ではあるんだろうという、はい、ことだと思いますただ、ですね、まずちょっとここは誤算の部分なのかどうか分かりませんけどよくも悪くもですね、この野みさんがですね、事前に思われてたより映画の画面の中で意外と収まりがいいというかあんまり異物って感じであんまり画面の中で機能しないんですよね。 野見、えー、さんご本人もおっしゃってましたけどちょっとこう顔が財津一郎を放出させるようなその顔の造作とかも含めてですね意外と映画的に収まっちゃってるみたいな、はいまあ、演出のちょっと問題もあるんですけどそれはちょっと後ほど言いますがあとまあその例えば近藤龍斗さんという方ねカメラマンの,あの撮影が非常に重厚な感じなのも相まってですねなんかこう結果として割と普通に収まっちゃってるっていう感じですね、まあ、一応良くも悪くもという言い方をしておきますけど。はい あとです、ねまあそのまあ、主役は野見さんって言いましたけど事実上その物語を引っ張っていく、えー、役柄として、まあ、娘役子役の、えー、そのさっきの、ね、女の子とかあと門番役であの板尾さんとかですね板尾一二さんとか、まあ、要は芸達者の皆さんが要はしっかり脇を固めて固めすぎてなんかこう割となんだかんだ言って無難なところに回収されてっちゃうっていうか結果としてこうすごく普通の何かに。 こう回収されていいっちゃうっていううとところがあると思うんですねだそこが野みさんを起用したにもかかわらずそれでいいのかっていう感じがちょっとあったりすると、えー、あとですね、まあ、そのドキュメンタリックな効果を狙っているっていうキャスティングなんだろうなと思って見てると開幕早々ですね、えーまあ、3人の資格が野、えー、みさんをまあ次々と襲うというね、えー、下りがございます。えーまあ、そこの演出がまあ完全に、まあ えーとメールでもどなだか書かれてましたけどかなり鈴木清順調というか、まあ、要はあの背景ごとパッと何か変わってなんかこうスローになったりとかっていうまあけれんみあふれるこう作り込んだ絵でこういきなり見せてきたりすると、まあ、そういうアンバランスさっていうのもあるしあとこの3人の視覚がそのすごくねけれんみたっぷりに襲ってくるんだけどそういう見せ方はこのドア玉だけなんですよね。でこの3人ののの人さんたたちもですね、えー、とその後はただの まあ言っちゃえば陳腐な狂言回しになっていってしまうというね感じになると、まあ、ちょっと正直なんだかなっていうでしかもねこの陳腐さこの3人の資格が要はその狂言回しとしてちょっと陳腐なやり取りをすると説明方な明らかにでその説明方の感じもわざとやってますよっていう見せ方ではあるんですよあるいはその出だしの鈴木清淳調演室も、まあ、わざとこのアンバランス感ですよっていう感じなんだけどだからといって面白くはならないっていう うんで,まあ、でも最初のところで、ね、そのこういう鈴木清純調でぶっ飛んだまま全体突っ切ってくれるんだったら結構うれしいかもぐらいに、まあ、ちょっと期待したんですけど、まあ、そんなこともなくという、えー、ちなみにあの鈴木清純映画のほうが実際もっと全然ぶっ飛んでるっていうね、うん、あ,のあれを超えるのはなかなか難しいっていうぶっ飛び方においてと思いますちなみにあの鈴木清純俺ピストルオペラ見た直後に「ピストルオペラ」という映画あのあ松本人志のコントみたいって。 思ったんですねこれはあの褒め言葉です、うん、ふざけてんなと思って思い出しますねあのぜひちょっとピストルオペラ、えー、松本ファンの方とか見ていただいたらいいんじゃないでしょうかで、えー、ともあれですね、まあ、その3その資格によるまあ設定説明みたいなあれが終わってですね、まあ、30日の行っていうね、えー、挑戦が始まるとで、まあ、何がやるかというと、まあ、言うならばのみさんがですねとにかく何か体を張った芸をやるっていうのも基本繰り返しなわけですよ。 まあ、その中でも大きく分けて、まあ、前半と後半があって前半はまあとにかくただひたすら滑るだけ、まあ、滑り芸的な、えー、部分と後半、まあ、仕掛けが大掛かりになって、えー、観客がこうつくとそうすると観客が味方についていくという、まあ、前半後半は大きく分かれたりとかもっと細かく見ていくなら、まあえー、とまずは門番たちがアイデア出しに加わってくる、えー、で娘がだんだん協力的になってくる一応そういう細かい段階とかは生んでるんだけどただとにかく基本はのみさんが何か体を張った。 なんかをやるという、まあ、これの「繰り返しなわけですでこの体を張ったなんちゃら」って、まあ、言ってみれば非常にテレビバラエティ的な出し物ですよね言っちゃえばガンバルマン的な何かですよそれははいでこれはですね今ガンバルマンって言いましたけどそれこそ北野武映画に武史軍団の人たちが出てきて武史軍団的なギャグをやるっていう時にええー、まあみんなやってるかはちょっと僕の中で別格なのでちょっと置いといてあそこまでやりきればすげえってことだけど例えば「菊次郎の夏」って 途中そういういところが出てくるんですよこう軍団の人たちが出てきていかにも軍団の人たちがやりそうなギャグをやるとそういう場面に、えー、通じるようなそこで感じる居心地の悪さと非常に似た何か、はい、要はですね映画で見てるとテレビで見てると、まあ、おかしいんですよ、それはそういうの映画で見てるとこ,れこ,うこう思っちゃうんですよ、ついついこれ、面白い <laughs> っていう根本的な疑問が湧いてきちゃうんですよね。 あのー、今回ですね、まあえっと、全部で30個の行、まあ、そ,のその後、まあ、最後手前の4個は飛ばすから照明、まあ、は26個ですよね26個が、まあ、ほぼ全部体を張るっていう方向のギャグなので,でそのずっとそれが繰り返されるじゃないですかこれ見てるうちにね人を笑わすってこういうことかなっていう疑問がどうしても湧いてくるわけですよ要するに何か本人がこう痛いことをするとか体が汚れるようなことをするとか。 それが笑わせるっていうこと少なくともそれだけが人を笑わせるってやり方みたいななんかすごい疑問が湧いてきちゃうしかも体を張るっつってもですねぶっちゃけ電撃ネットワークとかそれこそ映画にもなってますっていうんだったらジャッカスねジャッカスは全然あれは映画として成り立ってるかどうかはアウトだけどでもジャッカスでで体を張っっててるとかの半分も張ってないでしょ別にだからつまり体を張ること自体で笑わせられてるわけでもないわけですよ しかもその体を張るっていうその、まあ、例えば仕掛けが大掛かりになってたかするけどその感じが別にさほどエスカレートして浮かないっていうかクライマックスというか30日目に向けてこうカーブを描いて浮かないんですよねなん,かなんか繰り返しなんですよとにかくだから例えばですね例えば、えー、魚卓じゃなくて、えー、と人卓要するに体にこう墨を塗ってこう形を取りますっつってでバーンってやってその型を取ったのを見て、えー、国村潤さん演じる殿様が 思わずクスッと笑っちゃうっていうんだけどえそんなにおもろいこれ <laughs> っていう感じがしちゃうんですよね。でしかもここっていこ感じこしちゃうん,なそんな面白いかなって思ってる段階で劇中の人たちが先に笑われたりするとますますなんかこう冷めるっていうかえーみたいな感じにこうなってくる。あるいは例えばこう並べられたをこうまを、あ、破ってカステイラを若君のもとに届ける。 でこうまあものすごいこう破り入れるのがだんだんこう難しくなってきて「頑張れのみー」ってこう「このみのみ」ってなってくところとかまあ、まずですね「あの襖を破る様がその位置からじゃ若君には見えないんですけど」っていうまあ、そういうツッコミは置いといてもですねこれって笑わせてるんじゃなくて「ほだされてるだけでしょ」<laughs> っていうさあれだってこんなボロボロになったおっさんが頑張ってるとこ見せられてそれ感動するっていうのはちょっと分かる気もするけど。 笑う<笑>みたいな、うん、感じになってくるんですねで,でその繰り返し繰り返しの「その業」というのがあるんだけどそれだってですね結局門番たちとか娘が考えたものなわけですよでそののみさんっていうのはあくまでそれを受動的にこ,うやこなしてるっていう作りでしかないからそののみさんの頑張りっていう頑張るんだけどそのあくまで受動的にもうやらされてんじゃんっていうさ感じだからその。 例えば門番さんとか町人さんとか殿様とかまあ娘さんがその次第にそののみのねそのえ頑張りっていうのを応援しだすっていうのもなんかそういう偽善的な感じがするんですよだってやらせてんのお前らだろみたいな感じがするのねみんなが止めてんのに頑張ってやってるとかじゃないんだからさでしかもですねそこでのみさんの役がですねセリフもほとんどないんですよね、まあ、全くないわけでもないとかまたちょっと半端なんだけどほとんどないため 野見ののさんの,そのさっき言ったドキュメンタリックな素人ならではの味とかスリリングさとか危うさみたいなのもあんまり出てないのね本当に画面内のオブジェなんですよ別に収まっちゃってるオブジェがただひたすら言われたことをやってるだけっていう感じになっちゃっててうーんかなとでそういうまあ言っちゃえば同じようなことの繰り返しがもうずっとずそれが非常に上長なテンポで続く俺ねたった103分しかないって気づいて愕然としたんですけどねものすごく長く感じたんですけど えー、なんだけどねその繰り返しばっかりで冗長な割にですねこれだけはきちんとしておくべきだろうって説明がなぜかなかったりするんですよこれどこかっていうと、えー、これまで三十日の行っていうのを命じられた他の侍がどうしてたのかっていう部分がことごとく失敗したっていう言い方はしてるんだけどそこがあのどう失敗したかとか別にないわけつまりそれだけだと野見さんがねそのさや侍こと野見さんが頑張っているっていうのが。 これまでにない特別な頑張りであるから応援するわけじゃないのっていう風になる理由がよく分かんなくなっちゃうわけですよつまり特に前半の滑り芸ありますねなんか腹芸をしたりとかね腹に絵描いてこうやってで滑ったで切腹しましょうなんて言うんだけどみんな大体こんなもんじゃねって感じがするわけよだから別にのみさんが特にドジなわけでも特に頑張ってるわけでもなくねって感じがしちゃうわけつまりここは絶対にこれが必要です普通のちゃんとした侍だったら ににトライする前に自害するる前自害んだっていうねこの説明が絶対にいるでしょなのに自害せずにトライするとみっともなくてもいいからトライするそれがあればこそ「さや侍」の意地っていうのにも意味が出てくるんでしょう絶対に言りますよこれこの説明セリフでいいからはいあとえっと厳密にねその時代交渉しなきゃダメっていうタイプのその時代劇でないっていうのも明らかにせよですねえー、まあ仮にも切腹を申しつける っていう、まあ言って、言っちゃえばその封建社会ならではの社会構造っていうのが題材になってるのは明らかなんだからその切腹に対してどうするかっていう話なんだからさ。その例えば、ですね、尾みさんの娘がその若君、ね、殿の息子に若君にやけにカジュアルに接したりですね。ためごとかで、えー、あるいはその若君の手から血がのところが別に「レ礼者!」っつってすぐなんかなっちゃうとかそういうサスペンス的な盛り上がりとかでは生かされない。 とかですね、とにかくそういうあの緊張感のない描写がですねあのお話の求心力、力説得力を著しくいいいでいる、えー、と思います。切腹がテーマなのにつまりその時代交渉をちゃんとしろとは言わないけど切腹がテーマなんだったらその身分関係という構造だけはきっちり守らないと全体が軽くなっちゃいますよっていうことなんですよ。 はい、そこだけはおろそかにしちゃいけなかったと思うんですねはい、えーまあ、その全体としてのストーリーの推進力は弱いっていのは本当に相変わらずっていうことだと思います基本的に松本さんはそこに興味がない人だからだっていうのが僕はそのシンボル表で、えー、僕の、まあ、分析というか、えー、だったりするんですけどただ今回はちゃんとストーリーを前に進めていこうちゃんと語ってちゃんと閉じようっていうところにトライしているとは思います、まあ、そこは確かに好感持てるところではあるんですけど、うん、ただとにかく何でもいいですけどせっかくですね 人を笑わせるってどういうことかっていう大きな問いにもつながりうるようなアイデアだったと思うんですよ。えー、途中ちょっとだけそういういに入っていくのかなっていうふうに一瞬期待させるところもあるんですよねつまり前にこのよをやったのに次にこれじゃ弱くなってんじゃんだったら次はこうだろうあこうやってこう松本流お笑い論みたいなのがどん,どん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 ディープになっていって最後にこう修練されてこれは見どころあるぞと思ったら頑張るマンかっていう。 うううん感じになっっちゃうっていうねそのだから言っちゃえばですねこれどうしてもやっぱり松本さんともあろう人がって言い方になっちゃうんだけど結局のところこれ笑わせてるんじゃなくてほだされてるだけでしょって笑わせてんじゃなくてほだされてるだけだろっていうまあ言っちゃえばお笑いとして甘口の着地に押してしかもそれを何か良きことであるかのように描いてしまっているっていうのはやっぱり松本人志さんの作品だと考えるならば考えるなって言われればそれはすいませんって感じだけど。 やっぱ非常に残念だな、それでいいんですかっていう感じがやっぱしちゃうんですよ、で、まあ、さっきから言ってるように野みさんの起用の仕方っいうのも結果、僕中途半端になっちゃってると思いますね、えー、と少なくとも劇中の人たちがほだされてしまうほどには効果的に使えてないと思います、言っちゃえばもっといじめなきゃダメだったのかもしれない、ひょっとしたら。はい えー、で僕はまあこれは単純に余談ですけどこれ、山崎鳳成さんだったらどうだったかなとかちょっと想像してみたりとか山崎鳳成さんでもこの話いけるなとかね思いながら見たりとかしていましたで、えー、と唯一、野見さんの起用納得っていう部分なるほど、これはプロの俳優さんや、まあ、芸人さんでもいいですし松本さんとかがやると、えー、あざとくいや,いやらしくなってしまったかな間違いなくなってたろうなっていう部分は、まあ、やっぱりクライマックスで見せるある表情、まあ、笑顔があって。 あれは確かにちょっとこう、うん、他の人ではちょっと出せないテイストの笑顔だったかもしれないですねそれはまあ確かだと思います、えー、であとまあその後、えー、まあ意外な展開が来るわけですでこの意外な展開、まあね、好き嫌いは別にしてあるいはその意外な展開が持つ主張の是非は別にしてですよ、えー、言っちゃえばですねこの映画を見てて初めて予想を超えたことが起こってくれたっていう <laughs> という意味ではいい,いいんです。いいんだけど ククライマックスですねそこにですねその娘が前に言ったセリフを重ねるてるんですけどねことでものすごく説明過多なことになっちゃってるんです足ってこのこのとですよそこは意味を観客に考えさせようよっていうさ、えー、ことだと思うんですよねあとはうんと賛否が、まあ、分かれるさらに分かれるであろう、まあ、ラスト周辺のある処理があるわけですね、えーまあ、お坊さん劇中で意味ありげに出てくるお坊さんがいてその人が っていうのと、もう一つ、お墓の前でっていうね、えー、そういういラスト周辺のある展開があります、これも、えー、好き嫌いとか主張の是非は別にしてなしじゃないと思います、それぞれは別に、はいえーまあ、その主張の是非に関して言えば例えば、ね、その父から娘への,その父の思いを伝えるっていうんだけどこれって娘のためっていうよりナルシズムだよね <laughs> とかそういうのありますよ、ただそこは置いておこう。あの 初めて松本人志さんの長編作で初めてお話をきちんと閉じさせようとしている映画としてそこはチャレンジだと思うしそのチャレンジしてるってうだけでも好感ですよ、それは。はいなんですけど例えばその竹原和夫さんっていうねその、えっと、方が演じるまあ、ちょっとあんまりネタバレになるから言えないかあのお坊さんのあれとそのお墓の前でに現れたあれってこれも、ね、あるんですけどこれね、どっちかにした方がいいよ、うんくどい。あのー 特にその竹原和夫さんのシーンで、えー、読まれるその松本さんが書いたあの文からの,ってあの展開その,その文というかそこで書かれていること自体がそもそも非常に説明的だからさらにその後にっていうのはちょっとくどいしあとそのお墓の下りはさらに何段階か説明的描写が続くんですねつまりこの人こう,こうなってますけど本当はこうですからねみたいなあのくどいんですよもっと絞って。<laughs> うん、あのするともっと良くなったもっとその余韻が深いものにあったはずですし、えー、だと思うんですね全体的にですねあのここだけに限らずですけどもう見てる側はとっくに分かりきってることこうなるだろうなとか思ってるようなことを分かりきったことをだらだらと改めて説明しながら同じような繰り返しで進んでいく感じで、えー、ぶっちゃけですね、えーまあ、その例えばシンボルとか色々言い方しましたけど今回は。 普通にに退屈なな映画っっちゃってますよこれ、はい、で皆さんご指摘ね分かりますよ笑いの中にある悲しみみたいなものはこれま,あ、まもちろん松本さんお箱こ、まあ、松本さんでなくてもはっきり言って古典的にあるテイストですよ別にチャップリンとかだって何だってそうなんですからただまあもちろん松本さん特に松本さん最良の作品には確かにそれ濃厚にあるテイストですよね、えー、笑いの中にある悲しみ例えばねトカゲのおっさんとかさ俺トカゲのおっさんあの最初のあれの30分続くやつの最後は「 爆笑しななががらな、あなんか涙がっていう、ね、笑いながら同時にっていう確かにあるものですよねただ今回のこの「さや侍」に関して言うとちょっと最初からその狙いありきで作りすぎてないかっていうかちょっとそこに向けてますよっていうか強すぎるのかなうんー要はどうです笑いの中の悲しみですよっていうコンセプトだけが 前に出ちゃってるようなところやっぱあるんじゃなないいかなと、えー、思います。そののみさんを起用しましたという既成事実だけでそのコンセプトが立ってるだけですじゃあこのコンセプトを十分に生かせてるかっていうと全然そんなことないと思うむしろ、えー、と笑いの部分とその泣きであったり感動であったりっていうようなエモーショナルな部分が分離されておいてるだけだから非常にちょっと安易な着地にして。 結果的になっちゃってるんじゃないかなっていうのはやっぱ狙いすぎてるっていう感じなのかなと思うんですね、はいえー、でですね、まあ、不思議なもので、えー、シンボルねえー、とシネマスターが扱った時に思ったのはやっぱまだ、あ、大日本人はよ今考えれば結構まだ良かったなみたいなと思えるようにですね僕は、まあ、これどこを評価するかってところによると思いますけど僕はこれならまだシンボルの方が志は変える失敗だったかなっていうふうに思えてもきちゃうんですけどねいやでもね まあそれはちょっと厳しすぎかもしれなくて今回も要はあえていろんなことにトライしてるってのは間違いないと思うんですで結果それが普通にダメってところに落ち着いちゃっただけのことでトライはしてるっていうことはそうですだと思いますし、えー、とやっぱりですね小器用なだけの 小企業でなおかつその映画監督という伯が欲しいだけの芸人監督よりは僕は絶対にもう譲れない好感がやっぱあります、もうトライはしてるわけですから、あとやっぱり広い意味で、これはゲラゲラ笑うじゃなくて要するにあのえファニーっていうだけじゃなくてインターレスティングという意味で、広い意味でやっぱやっっぱぱ面白いっいう意味では、凡百の芸人監督とは全く違う立ち位置だと思います。ただ 今回みたいなことをやにトライするんであればやっぱり先ほど指摘もあったようにです、ね、要はちゃんとした構造のある話をやるんであればやっっぱりちょっとここは一回プロの映画の脚本家と組んでみるとかっていうのもそれもまたトライじゃないでしょうか。はい えー、みたたいいに思ったりもします、はいえー、とはいえ、まあね、もう前回の繰り返しになりますが、まあ、次回作があればそれはもう大きな期待ともに見に行きますしね、えー、という、まあ、それを占う意味でもですね要はもうあの松本人志人さんという男の,、ね、その芸人さんのキャリアというのはやっぱこう連続して見守りたいという気持ちにやっぱさせる人たち人なのは間違いないと思いますから「ちゃまず侍、ね」見るべきか見ないべきかといったらそれは見るべきですよという意味でもちろんおすすめですということで。 大日本人シンボル鞘侍などの問題作を手掛けてきたダウンタウン松本人志さん監督その最新作、えー、ある秘密の SM クラブに入会した主人公の日常に女王様の格好をした SM 女王が次々と現れその日常生活を次第に蝕ばんでいくということでございます、えー、主演の会社員を演じるのは大森奈緒さん SM 女王として出演するのは、えー、佐藤恵梨子冨永愛片桐杯り大地真央寺島忍ぶらもう豪華メンツということですよね、えー、また前田銀、えー、渡部篤郎らも出演しているとだから今回は割とこうプロパーないわゆるこう まあ、正統派な俳優さんでガッチリ固めているという作りということでございます。さあ、ということでね、もうもちろん話題、いろんな意味で話題沸騰ある100でございます。えー、もうこの先見ましたよというリスナーの皆様、またのなウォッチメンからの監視報告、えー、数々いただいております。えー、メールの メー,ルのメールの量は大不評でメールの量はあの多い多めなんですけどおおむね、まあ、不評ということで流れ的にはっきりちょっと流れできちゃってますけどね、えー、賛否の比率は不評9割、好評1割ということでございます、えー、ギャグも使い回しだしテンポも悪く笑えない SM に対する理解が浅すぎる SM の女王たちも魅力的に描けてない。 メタ構造がまるで批判されることを先回りして逃げているようで嫌な気持ちになったこれ後ほど説明しますけどねなど,主なえなどが主な批判意見え今年はその声も多かったと。反対に意意的な意見は 構えていたほどつまらなくなかったコントとして笑っただから今こうハードルが下がりきってる状態なんでね、えー、とか、えー、今まで以上にめちゃくちゃやっていてすごい、えー、メタ構造で自分自身のことを突き放して描いてる、まあ、さっきだから嫌だっていう人もいればそれを評価してる人もいるということでございます、えー、代表的なところをご紹介いたしましょう、えー、川ワウさん46歳男性結論から言いますひどいむごい極めて悪質な映画でした えー、いろいろ書いていただいて、えー、テーマの SM 行為自体が実に手垢にまみれた宮北ような内容ばかりで目新しさも楽しさも言ったら深い感さえ感じる以前のものでこれで笑えばいいのか何なのか分かりません。 何より憤慨したのは映画の演出上の不条理を、えー、松本監督が追わずこれちょっとまあ後ほど構造にも触れません、ね、ちょっと置いときましょう、まあ、とにかくそのちょっと構造として卑怯じゃないかと、えー、この映画には他にも言いたいことが山ほどありますが何よりこの監督が、えー、自分がリスクを負わないでいいようなこんな演出をされたのは、えー、この映画をネタに議論を交わすことすらできないと本当に筆舌にしがたい卑怯な映画上の処理だと憤慨しました、えー、この映画ここ23年で見た映画の中で最低ランクですってこの仕掛けそのものにやっぱ腹が立っちゃってる人これ結構多いんじゃないかなと思いますね、えー、一方褒められてる方八五郎さん えー、映画「R100」見てきました本作を語る前にまず言っておきたいのは多くの人が松本人志及び松本映画に対していくつか間違った先入観を持っているのではないかということですとえー、で これねいろいろ書いていただいて要するに松本人志は映画を撮りたくて映画を作り始めたと思っているかも皆さんは知れないがという前提のもとに、えー、松本監督はテレビでやっていたようなコントをやるための金銭的な余裕や表現の自由度がテレビという環境が失われたことによりあくまで自分の笑いを追求するための場所として映画制作に乗り出したのですと、えー、実はゴッツエ漢字終了直前の視聴率は10%前後と日曜日のゴールデンタイムとしてはかなり成績が悪かったんですつまりゴッツエ漢字終了時点ですでに松本人志の笑いは大衆の心をつかむには先鋭的すぎていました えというねで、えー、さらに松本映画はコメディーだと思ってる人もいますがそれも少し違います松本人志はテレビでコントを作ってた時から結局自分を描いてきました自分はこういうものを面白いと感じる自分はこういう人間だ、えー、で、えー、本作はで松本さんは何を描こうとしたのかそれはズバリ松本人志の日常です、えー、片山が入会する SM クラブはさしずめ芸能界女王様は一般の視聴者の比喩であり、えー、仕事が終わって街に出ても突然視聴者からテレビでのキャラを求められる自分の生活は SM クラブに入会した片山が日常生活で突然プレイを 強要される姿まさにそれは芸人の議長と大差もないものであるあなるほどねこんな見方があるか、えー、一方後半になると、はいえー、これねちょっとさっきのメタ構造のあれですけど、えーまあ、そ,のそこで出てくるそのキャラクターも松本監督自身ですと、えー、巨匠として持ち上げられ映画人として進歩を重ねた結果大衆は愚か味方であるはずのプロデューサーたにも見放された老監督はまさに新しい、えー、世界観を追求した結果人気が落ちた松本さん本人の姿なのですもちろんそんな状況は松本監督本人は十分理解した上でそれでも自分は自分の作りたい世界を作る 周囲の誰からも理解されないことすらも今は気持ちがいいんだという表現者の孤独と定年がそこには込められているのですというね、はい、えーはい、八五郎さん、ありがとうございます、なるほど、なるほどということでございます。さあということで、R100 いってみましょう、皆さんありがとうございます、メールね、はい、R100 いってみましょう、私もですね、えー、私も公開1周目、やっぱり。 あのー、なんていうんですかね前も言いましたけどあのなんだかんだ言って僕本当松本さんあのすごいファンっていうかししいわゆる信者というところまでいかなくてもやっぱり、あのー、ファンなので1週目にやっぱり駆けつけましたし、はいえー、その後もう1回、えー、今週見てまいりまして、まあ、2回見てきましたけど、えー、まいろいろあちこちでなんか面白おかしくね言われているように確かに、あのー、1週目でさえ確かに劇場かなり閑山としていたのは事実ただ、ちょっと公開規模いくらなんでもでかすぎたのかもしれないですよね。はい、これ別 別にあのー、だから大日本人の時とかもうちょっと少なくてだからこそちょっと凝縮してね集まってっていうそういうふ振りはあったかもしれませんがねでも,もちろんお客が入ってる入ってないと、えー、私の作品の評価は全く関係ございませんので、はいえー、で正直ね、ねだから例えば、まあ、今日これからいろんなことを言いますけど、えー、単純に好き嫌いだけで言うならばね好き嫌いだけで言うなら僕は前作の「さや侍」 よえサヤ侍がどう嫌、えー、かは2011年6月18日にシぬマスラーやりましたんでねそういうね、えー、なんちゃら動画とかにもありますんでね是非ね見ていただきたいんですが、えー、ただ今回はですね確かに、えー、がっかりさせられる部分っていうかがっかりさせられる要素がより根深いっていうかこれちょっと。 ちょっと深刻かもなっていうところが見えちゃうというかね、えー、より根深い部分ががっかりさせられる部分であるという点そしてゆえー、故にですねむしろ松本さんの長年のファンほど失望が大きくなりがちっていうのは俺ちょっと今回はあるかなと思いました、えー、ちなみに番組アドバイザー瀬野陳さんはね見終わった後渋谷の街を泣きながら帰ったこれはあの泣き感動じゃなくてあのこんなことがになっちゃうのか とといいいいうう失望でで泣いて帰ったということらしいんですけどね、えー、極端な話ねそれは極端ですよセロチンさん、えー、大きく分けて僕ね2つ大きく分けてですよ大きく分けて2つこれ問題点があると思うただまあ根、ね、っこの部分もある1つの問題に集約されるけど大きく分けて2つ問題あると思う1つは はい。もう先ほどからメールで、ええー、ね、もう何度も出てますけど、割と誰の目にも明確な部分。ええー、後半明らかになるこの作品全体に仕込まれたある構造というのがある。ええー、まあでもとはいってもね、ネタバレってほど大層な仕掛けでもないんで、えー、中盤で明らかになっちゃうことですし、まあこれは後ほどこの話は詳しくします。で、まあこれはまあ、要は見、見た人が誰もが、まあ評価するにしろ、嫌だっていう人にしろをもう明らかにこうちょっとまあ、一つ構造としてある部分。えー、多くの人が、まあ、僕はここで、ああ、ここに起こる人がいるっていうのもわかるっていう。 ただ僕はね、もう一つの問題の方が実は深刻なんじゃないかって思ってて、えー、要はですね、これ松本さんという人にこんな言い方をするのがすごく僕はちょっとね、あの、はばかられるんですけど、いや、明らかに発想がちょっと、発想は貧困じゃないのかっていう、発想がちょっと貧困じゃないのかというふうに松本さんともあろう方があって、で、えー、セノチンさんが泣いたのは多分そこだと思うんですけど、はい。えー、 まあ日常せん生活をね。 侵食する何、まあ、かプレイみたいな。この設定、これ自体はですね、例えば、デビッド・フィンチャーのゲームってやりましたよね。まあ、あれであるとか、あるいはなんかその、えー、なんかそう、興味本位で、えー、あるところ行っちゃったら、その組織が、実はちょっと、思ってたよりはちょっとおっかない組織で、その影に怯え出す、えー、普通のおっさんっていう意味では、そういう展開的には、例えば、キューブリックの遺、えー、作のアイズワイドシャットとか、ね、松本さんキューブリック好きだってなんかどっか言ってるような気がしたから、今回も音楽のね、使い方、ちょっと時計仕掛けのオレンジ風だったりね、大工がしましたけど、まあいいや、 アイズワイド風シャット風だったりもするんで要はとにかく最初に僕このストーリーの設定を聞いた時にですね松本さんの映画の中では比較的普通の劇映画的な設定だなぁと一番普通の映画っぽいみたいな感じに思ったんですよだから設定そのものは割と普通、えーね、その先ほどの八五郎さんみたいに、えー、松本さんの日常のメタファーだとかそこまで思いは僕いたってなかったですしあるいはこの311以降の空気を描いて いいるという,ようなねそういうなんかあの表も読んでそれも僕はも思ってもいなかったなあなるほどでも自分から言ってんだから違うんじゃねえかとか思うまあいいやでもなるほどななんて思ったりしたんですで例えば冒頭とかねあの富永愛さん演じるまあその、えー、女王様がですね、えー、まあ、出てきてというねまあ、その冨永愛さん自身の何て言うんですかねちょっと超現実的な存在感というか、えー、超現実的なかっこよさもあってあの不穏な空気感自体冒頭とかをなかなか期待させるんですよ今回はひょっとしたら面白く、まあ 少なくともこの設定が持っている面白さ程度は担保されているのではって思うわけですよところがですねそっから先出てくるその SM プレイなるものがですねなんかものすごくこう表面的なレベルにずっととどまってくれちゃってるっていうかだってね皆さんにねだってそうでしょだって SM って言ってね出てくるのが。 女王様女王様っていうのはこう黒い革とかエナメルの,そのえボンテージルックの女王様、まあ、この服そのものはねさすが伊賀さん伊賀大輔さんやってるだけあって、まあ、服そのものはかっこいいんだけど、うん、ボンテージルックのボンテージルックの女王様が、えー、でやることっていうのは割と最後の方後の方まで殴る蹴る,蹴るとえっ、ー、とろうそくとつばかけってすっごいあのみんなが一番表層的なレベルで思う。 SM プレイなんですよしかもそれが結構後の方まで繰り返し繰り返しそれだけが出てくるんですよ。でそれっていくらなんでも普通すぎないっていうか。うんで 例えばです、ね、ここの,、えー、の特殊な SM クラブがありますよね、日常からお、ね、そのが侵食されてくるっていう話なんだったら例えばこの主人公が最初にこの店を訪ねてね興味本位で訪ねたとしましょう訪ねた時点で例えばこの主人公が「あの SM ってじゃああれですかねあの女王様が、えー、ムチとかろうそくとかそういうので責、えー、めてくれるんですかね」っていうのに対して、ね、それこそ店主が「いやいやお客様 そういったねそういった普通の SM プレーは他店でお,とお求めくださいと当店の SM はもっとより真相にね達する、えー、プレーでございますみたいなそういうやり取りがあったっていいくらいじゃないですかつまり「ムチやろうそくはやりませんよ」って最初に言ったっていいレベルの話なのに、ね、でそこから先例えば主人公も観客も、えー、どん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 その店側のプレーなるものがエスカレートしてくるにしたがって「これはあのすいません SM なんですか」みたいな、えー、そういうところでも顔はポワーンってなっちゃうとか。 そういうところまで要するにどんどんそのプレーっていうのが逸脱していくみたいなところまで転がっていくんでしょうねって思いますよねでも結構な段階まで殴る蹴るムチろうそくつばなんですよっていう。で ですね、あの例えばある設定とかアイデアっていうのをですねひたすらそのディテールっていうのをこう突き詰めてでそれによって例えば、えー、もうほんと何て言うかなニュアンスだけじゃなくてもうニュアンスとニュアンスの隙間にあるまだ他の人が言語化していないようなニュアンスの部分まで拡大して最終的にはそれをなんかこうとんでもない領域とかあるいは普遍的なああなるほどっていう概念まで持ってっちゃうようなその発想力そのあと発想力と展開力こそ松本さん のなんかたそのの世界凄さだったと思うんですよね、えー、それこそ例えば独り言とかでね出世させようってどん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 展開さ、えー、すごいとこねとんでもないとこまで発想してっちゃうそういうところすごさだったはずなのに今回は本当にあの SM ですって言った時の一般誰もが考えるようなレベルの発想から全然広がってくれないんですよ。はい、えー、といとうで いわゆる普通の SM プレイではないところっていうのもまあ出てきますよ例えば最初の方でね、えー、寿司屋のくだりが出てきますよ佐藤恵里さん演じるねその女王様が寿司屋で、えー、出される寿司のネタをもう出されるそばからバーンって叩く。くこれはまあ多くの人がもう気づく通りですね、えー、ビジュアルバムというね松本さんのオリジナル、えー、ビデオとかコントの,あのビデオの中にある寿司というね、えー、ネタのまあまあ言っちゃえば焼き直しですよねこう出てくるやつをバーンって叩くというアクションそのものは焼き直しで別に焼き直しでもいいですよ面白きゃただ 元のこのコントの寿司の面白さって別に寿司を潰すことそのものが面白いってよりは、えー、その寿司を潰していちいち潰すそのなんか寿司屋にいる謎のおばさんっていうか松本さん演じる彼女のどっちかっていうとキャシー・塚本ラインのね、キャラクターで言えば要するに今そこにある狂気っていうか <laughs> 今そこにある狂気の怖さにあのコントの面白さはあるんであってその別に寿司を潰してあーってそういうことじゃない と思うんですよあとなおかつ、えー、そのコントのラストに待っている異常な畳みかけ編集 <laughs> えでまあえー、なんか映像文法的にもこっちの方がまだ挑戦的だったりするという感じでで今回のそれに対して今回の映画の、ね、R100 のこの寿司潰しシーンはただこう寿司を潰すというその一点だけに面白さを託しちゃってしかもここではその里襟に扮するその女王様は仕事をしてるだけですから別に狂気でも何でもないわけじゃないですか。だから あのー、完全にオリジナルからその面白さ的なことが大幅に目減りしちゃってるっていうかえ松本さん自分で作っておいてなんでこの寿司を潰すっていうことだけに面白がっちゃってるのみたいな,なんかそこにすごくこう心底がっかりするっていう、えー、ことじゃないですか焼き直してもいいけど足してよってことだし、はいえー、あとですね この両者このあの要するに寿司と今回の寿司の,のところはすごく比較しやすいんでちょっとしばらくこの,あれの場面の例を出しますけど両者の実は最大の違いっていうのがあってそれは演者じゃないですか演じているのがコントの方は当然松本ファミリーですね松本さんがそのちょっともうちょっとおかしいぞって怖いおばさんであり <laughs> えーね、板前を板尾さんが演じて,てで、お客をね、今田さんとかあと木村雄一さんがね女装してたりなんかしてとていうね。で セットはすごくちゃんと作り込まれてるし、えー、でそれぞれもおどけ演技じゃなくてちゃんと演技してるけど、でも木村雄一さんの女装みたいなそういうなんていうんですかね、あの独特のリアリティラインの線引きっていうのが実は松本ワールドのなんか独特の空気感みたいなの結構大きな要素なんじゃないかっていうふうに思うわけです。例えば、えー、今回もね、えー、出てきますけど、割とこう松本さんのこう作品に頻繁に登場する異様 ななもののの造形っていいうのがあるじゃないですかでその異形なものの造形が絶妙にチープだったりする感じそれのなんかこう線引きこの、えー、寿司屋のセットとかは例えばものすごくリアルに作り込んでるし演技もリアルに作り込んでるけど、えー、木村祐一さんが助走してるし、えー、ラストねそのさっきの畳亀系演習で最後のショットは、えー、要するに、えー、目玉が。 箸が突き刺さった目玉っていう表現なんだけどそれがあえてものすごいこうちょっと嘘っぽいっていうかあからさまに作り物っぽいその作りになってるんだけどそれが逆になんか一種の不気味さをこう醸し出すみたいなこのなんかそれがトータルで松本ワールド独特のリアリティライン。 空気感感を作っているってていいるううじだと思うんですプラスその感じがビデオ映像というかテレビ的なビデオ映像的なものとの相性の良さですよねあのそこにある身も蓋もない造形の何かみたいな、えー、感じですかねなので、えー、が作り出しているとで,、えー、で演者という意味ではですねもちろん一番大きいのはやっぱり。 演者としての松本さんの力っていうのはやっぱこれ意外と言及される機会少ない気がするけど意外とやっぱ大きくて例えば松本さんの,あの顔ですよね松本さんの顔ってものすごい何かやってる時のニュアンスがものすごくこう変化していくっていうか細かいさっき言ったニュアンスとニュアンスの間のニュアンスみたいなそういう微妙な揺れが醸し出す何かみたいなそれが意外と松本的笑いの肝なんじゃないかみたいなねえとこがあったりしてで逆に言うとこういうことですよえなんかこうね では松本さんの笑いいはやっぱ確かかにすごいからえ作り手としての松本さんがすごいっていうのがあるあまり僕らもなんとなくのイメージとして思ってるし恐らく本人たちも松本さんご本人も思ってると思うけどそう思ってるよりは。松本さんの笑いって 構造として強固なななものじゃないんじゃゃいいんかつまり、えー、他の人に置き換えたりとか例えば文章で起こしてみたりとかそういうことをすると途端に何か面白さがあの逃げてっちゃうようなそういうこう、えー、なんていうんですかねそういうこうん繊細なバランスによって成り立っているものなんじゃないかというで今回それがすごく浮き上がっちゃったのとつまり要するにプロパーナ俳優さんで固めたことで、えー、例えば今回のようにです、ね、演者を一通りプロパーナ俳優さんに入れ替えちゃったりすると意外と成り立ちづらい。 っていうものなんじゃないかなっていうのが、えー、あったりします。もちろん狙いどころわかるんです、えー。演者としてこう要するにベロバルベロベロバー的じゃなく、演者としてちゃんと、えー、作り込む、真面目にちゃんとそのキャラクターを演じることで生じるっていうのが、えー、例えば映画的な笑い、コメディー映画とかの作りの基本、僕は繰り返しね、えー、ね映画におけるそのコメコメディー映画の作りっていうのは、その主人公たちは少なくとも本気でやってないとダメだみたいなことを繰り返し言ってます。ただ これ松本さん自身がですねこれ前のシンボル表なりなんなりとも言いましたけどえとそういう通常のストーリーテリングにあんまり興味がないんですよね気象転結があるストーリーテリングみたいのに。でまあ今回 ね例えばちゃんともし作劇をねそうやってストーリーテリングするならば、例えば主人公がなぜこの特殊な SM 店をに来たのかの手前の描写が必要でしょう、うそのなんでこの店の存在を知ったのかとか、最初はちょっとね例えば友達に誘われて最初は臆してたけど行っちゃったとかなんかそういう描写がないままいきなりもうイケイケできちゃってる状態になってるから、えー、普通に作劇するなら絶対その描写は必要ですよねでも松本さんはそこに興味がないため、それはしてないわけですよ。はい、えー、といととうことで 少なくともやっぱり長編劇映画向きの資質じゃやっぱりないというね、えー、おなじみの結論がやっぱり出てきちゃうんだけどということですよねはいであるいはそういう、えー、有名なね大女優大俳優大女優みたいなのを並べるというパターンで今回一番目立ってるのは、えー、女王様の一人第一万王さんがすごくね、えー、目立ってるっちゃ一番目立ってると思うけど、まあ、やっぱあくまであのテレビのねあのおみそか最近定番になりましたけど笑ってはいけないシリーズ的なあの あの大女優がこんなバカなことをやってくれたんだっていう面白さ、あれのね、もう笑ってはいけないシリーズのあれの目減り版、<laughs> またしても目減り版でしかやっぱないっていう、ね、ことにもなっちゃってて、はい、だから、そのちゃんとした作りっていうところではうまく働いてないということになっちゃってると。で えなのでやっぱりその松本さんの世界っていうのはま笑いじゃなくてもいいんですよ松本さん独特の,あの面白さ空間っていうのはやっぱりそういうえなんか独特のリアリティラインとかそのニュアンスで成いたっていやのでやっぱせめて主人公は松本さん自身が演じてればもうちょっと違う結果にという気はするんですがただえそれをやって。 面白いっていうのは多分松本さん自身がそれは当たり前すぎる簡単すぎるっていうふうに思われているのも、うん、まあそれはそうかなと思いますだから挑戦したかったってのはまあそうなんでしょうと思いますがはいで、えー、と今回ですね特にそういう、えー、なんかやっぱそのこういう作りだと松本さんの世界難しい難しいっていうの,はその面白くするのが難しいなっていうのがあからさまに出ちゃってるのがですねいわゆるそのあえて 滑ってる的なところですよねあえて滑ったことをやるとか、あえてベタだったりとか、そのあえてのところが一番今回、あからさまに、うーん、なんかバランスとして成り立ってない、えー、ただ滑ってる風に見えるっていう。でね もちろん例えばあえて滑ってる的なねそう今だったらその滑り芸とかいうのあるじゃないですかああいう重層的な視点を笑いに持ち込んだっていうのは松本さんの偉大すぎる功績の一つだと思うんですよ要するにその、えー、面白くないことすらも面白い笑えないことすらも面白いっていうのは松本さんの、えー、持ち込んだ視点の重要なじすごく素晴らしいところだと思いますがただそれをあなるほどこれはあえてなんだという、えー、笑いじゃなくてもいいんですよ面白さっていうのに昇華していくためには例えばさっき言ったのは例えば演者としての松本さん 松本さんの、えー、顔が持つ非常に豊かなニュアンスその揺らぎってだったりとかっていうなんか何らかのこう触媒が必要だっていうことだと思うんですよ例えば、えーそうですね、松本さんのコントだったらあの割とこうほらベ,タベタな漫才をあえてやるシリーズがあるじゃないですかいきなりダイヤモンドでもいいし妖怪人間でもいいですけどああいう時に松本さんがちょっと一瞬見せる照れ笑いの部分であるとか,なんかそういうちょっとした揺らぎであなるこうなんか説得力を増すみたいなのがあって。えー、で 付け加えておくならばその松本さんの演者としての圧倒的なその松本ワールド構築力みたいなものはえ劇映画のにおけるキャラクターの演技のえに求められる一貫性みたいなものとは実はやっぱり反するものかもしれないと思うわけですよ。松本さん自身のの中でで揺らいいいる感じが面白いっていうのは 劇映画とちょっとやっぱ相性が良くないんじゃないかみたいなことを思ったりなんかして、はい、えー、で恐らくでもね僕が今言ってきたようなことはやっぱり松本さん自身も当然あの100も承知だからこそさっき、はい、言ったもう1個の一番分かりやすい問題点ある構造を仕組んでおくことであえて滑ってるの、あえてのところにメタ視点を確保したっていうことだと思うんです。まあ わかります狙いとしてはわかる、えー、でまあ、これがまあ先ほどからねまあ、ちょっといいです言っちゃいますけど要はこの、えー、R100 という我々がそこまで途中まで見てきた作品全体が、えー、もう100歳を超えた、えー、巨匠・老監督の、えー、実は映画で,でそれを試写というかそのラッシュで見てるでその関係者がたちは頭を抱えているというそういう構図だというまあメタ構造が途中で明らかになるといことですね、はいえーまあ、この関係者が頭を抱えるところのさあの全,く全くなんていうの全く議論を進展さ なるほどねーってあのつぶやきとかちょっとあの森田義光映画とかにも出てきそうなちょっと面白みはないとは言わないがとはいえちなみにあの100歳超えた映画監督って別にいるんですけどね例えばしまあ亡くなられちゃいましたけど新藤兼人とかもそうだしえあのポルトガルの監督であのマノエル・ド・オリベイラっていう人が104歳で現役ですからそして別に100歳超えたからめちゃくちゃな映画を作るってわけでもない。 だけどねっていう <laughs>、あのー、まあ、それはいや、置いといてもいいけど、でねただこの設定は、ですね、えー、まず、やっぱりその架空の監督に設定しちゃったことで、メタ構造として、やっぱ完全に腰が引けて見えちゃってる、はっきり言って、やっぱ前編言い訳してるようにしか見えないという印象、だからまあさっき八五郎さんもおっしゃったけど、あれは松本人志本人だっ、いやそ、本人でいいんじゃないじゃあとかね、なんで本人がやらないのそういう意味ではか。 監督万歳ね北野武史映画の中ではもう大失敗作の方ですけど監督万歳の方がまだ潔が良かったよっていう感じだし、はい、あの僕、改めて監督万歳も見直したらものすごく潔よくなんかそれはやってるんですよね失敗してると思いますが、はい、でなおかつさっきから言ってるように、あのー、そこでその100歳の監督が撮っためちゃくちゃな映画に関係者が頭を抱えるっていうんだけどいや、別にそんなむちゃくちゃやってないと思いますっていう。 そんなむちゃくちゃやれてもいないっていうむしろ普通普通じゃないこれっていうことになっちゃってるそこが悲しいんですよなんかこんなに予防線張ってるのに別にむちゃくちゃじゃない、はいえー、むちゃくちゃっていうのはこの空の花とかね <laughs> そういうレベルのことを言うんで、えー、とかソーロングのビデオとかそういうことを言うんでねええー、という、えー、で逆に かろうじてお話がねなんかこうあ、なんかかろうじて予想外の方に弾け出したなと例えば途中からあの急に話がアクション調になるとかねあれもなんか例えばカーチェイスの取り方とかがなんかドンさくてなんかうんもっと弾けられるまあまあでも さっきよりはマシだと弾け始めたぞと、うんうん、本当にむちゃくちゃにやってくれるんでしょうねってなり始だすとこのさっきの関係者が頭を抱えるみたいな構造が出てきてブレーキをいちいちかけちゃうみたいなどん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 、ね、やっていけばいいのにっていうね、えー、ことだと思います、えー、こういうまあ二重構造みたいなことで言うと、まあ、シンボル2作目のシンボル二重構造でしたよね、まあ、途中2つの無関係の話が途中でクロスで僕その時の表でいや、あのー、この無関係の話が後でクロスするのは予想がつくわけだから、あのー、それぞれがそれぞれで成立するように作んなきゃいけないのかと。 方のメキシシコのシーンが普通にただのネタフリのためのネタ振りで本当に退屈だって非常に退屈な結果に終わってたけどただあっちはまだアイディアとして要するに作品に意味がありましたよねその二重構造にその意味があったんだけど今回は本当に打足でしょ完全に。 悲しい話これまでもその系はちょっとずつちょょっっっととずずつつあった特にシンボルと「さや侍」以降は僕はすごくその気が強くなってると思うけど松本さんが少なくとも映画で出してくる「変わってるでしょ」っていうこれドヤ「どや」「ドヤ顔」なんて言葉もねもう偉大,なは偉大な発明ですよね。えー、なんだけどさまあいいやドヤ顔で出してくるその「変わってるだろ」って出してくることがことごとくこっちからすると客躍一般の基準からしても「いやそれほどでもないです」っていうそういうレベルにとどまっちゃってるというね。だから僕 ここれが根っこだと思います自分があの変わってると思うことがそれほどじゃないっていこの相互があるっていうことですだから僕はあの体衆を低く見積もり過ぎてるような気がするけどなーっていう、はいえー、でねうーんなんでこういうことになるかっていうので、まあ、こんなことは言いたかないんですがやっぱりその何て言うんですかね 映画史的ななマップっていうのかなどういう挑戦がこれまでいろんなことでなされてきて、えー、っていうのをマップが映画史的なマップがないままやってるのでなんかとんちんかな方向で挑戦した気になっちゃってるっていうことだと思うんですよ。で ことお笑いにに関してては松本さんはそののマップがものすごくに描けてる人だと思うんですよねだからこそあの今までにないものも作れるし過去,のも過去の例えばそのベタな漫才もできればなんとかっていうことができると思うんだけど映画に関してはあまりにも手ぶらできちゃってるっていうかんが言いたかないけど大きいんじゃないかなと、はいえー、は思いますただね僕ちょっとけ、あのー、なしてばっかりいますけどねあのやっぱり嫌いになれないところもあってイメージとして鮮烈なところっていうのはちゃんとあるなとやっぱ思うんです例えば ククライマックス、えーね、その組織がまあ襲ってくるとでこう忍者風のまあボンテージ軍団がわ、えー、割と整然とこう近づいてきてでいちいちドーンドーンって吹っ飛ばされてその後にこにキャベツが残るみたいな,なんかこうあえてこうチープに吹っ飛んでいくみたいな感じも含めてあさっき言ったようなあこれはやっぱすごい松本ワールド的なその不気味なリアリティラインっていうのかなあの気持ち悪いっていうでもそれは僕すごいいいことだと思うんでうん思うし。 あの「さや侍」の冒頭でちょっと鈴木清純を思わせるようなねぶっ飛んだちょっと演出がありましたそれがあんま続かなかったのが残念って言いましたけどそれと通じるような。 えーあのー、こういう不気味さとか本当にぶっ飛んだ感じでやってくれるのは全然いいんですけどねとかあとは例えばあのボスの白人女性出てきますよね、まあ、でかい白人女性が出てくるってちょっとべそれもべたな気もするけどただあの、えー、と白人女性のボスの絵的なインパクトがやっぱり相当圧倒的なのであの人が出てくるとやっぱおおっていうこうねおおんか画面のテンション上がるなーっていうあれはひょっとしてそれこそメタファーで言うんだったらあのー、要は。 ね日本っていうそのさ雑魚雑魚レベルの SM プレイを超えてついに俺は世界レベルの SM プレイ始めるぞっていうふうにも取、えー、れなくもないですけどね。あの 白人のボスが出てきてあのプールに何度も取り込むところ、あのあ,あいう外し編集みたいなも、まああのも松本さんの結構大箱だと思いますけど、あのー、途中のつばきプレイのところの,あの外し編集は僕はう,うまくいってたんだけどこっちのプールのところは外し編集がギャグとしてうまくギャグというか不気味な感じというかなんじゃそりゃていうのでうまく、えー、機能してたと方だと思います。えーオチね、あの非常に悪悪趣味とというかちょっっね老悪的なオチがあってあてれも えー、まあ言っちゃえばさっきからさっき言いましたけど松本さん、例えば一人ごっつあの大喜利で一、えー、一人一人大喜利でさ出世させようみたいなああいうさで、えー、M がなんとかでなんとかなると出世した M はみたいな感じのオチだと思うそれの本当にや具現化したがものだと思えば納得度は高いという,ふうに思いますただ、ただ、えー、これね、ね松尾鈴木さん要するにその、えー、オチにのまあ伏線というか振りになる松尾鈴木さん演じるその、えー、SM 店の店長のセリフが、えー、その要は。 はらむっていう言葉をねさ最初から言ってないと最初からそれを言っとかないとそれを「えはらむってたとえじゃないんだ」っていう「本当にやるんだ」っていうバカバカしさが出ないしそれを後出し的に出すと逆に説明的に見えちゃうっていうか何で俺最初からあのセリフを言わせないんですかねなんかね。 がちょっともったいないなというふうふにね思ったりなんかしましたけど。はい、えー、ということで,で、すね毎度毎度ちょっとね同じような結論に落ち着いちゃって申し訳ないんですけどうん、だからやっぱもしこれがそのさっきのメタ設定とかもう本当に脱速だからなしで、えー、SM クラブのその設定だけでもちろんその個々のデールはさっきから言ったようにそのもう無知,無知、無知、ろうそく禁止で。もう もうボンデージも禁止でみたいなさあの病院であの看護婦とすれ違う時に一瞬期待した人多かったじゃないですか看護婦がいきなり蹴飛ばしてくんじゃないかとかさしてくんないとかさだからまあそのもうそういう風にもっとブラッシュアップするのは前提として、えー、まあでも SM クラブの設定だけもちゃんともっと練ってで最長30分に収まっていたら全然悪くない印象だったかもしれないなという風に思ったりしますけどねあのシンボルがあの小部屋の話で終わってればよかったかもねみたいな感じとかねさもなきゃやっぱり。 ちゃんとそのしっかりしたそのストーリーテリング的な構造が組み立てられる脚本家さんとちゃんと組んでえ松本さんのアイデアみたいのをちゃんと構造化できる人と。 えー、組むしかやっぱないでしょう、今回みたいな作りを本当にしたいのであればというね、えー、なので、そういう意味でも、ちょっと松本さん、なんていうんですかね、こことか言ってる場合じゃないんじゃないですかねみたいな感じはちょっとしますけどね、はい、えー、ただ、まあやっぱりこういうふうにです、ね、松本作品見ると、ね誰もが言いい、悪いの、嫌いの、嫌いの言うってうとことで、あのー、作品自体がというよりは、ご本人がやっぱりその、えー、見る人とか触れる人を思考に向かわせる求心力。 含めた面白さっていう意味ではやっぱさすがとは思いますけどただ今回それすら封じるような仕掛けをしちゃってるからみんな怒り狂ってるっていうのはやっぱあると思いますあとやっぱりそのはいあの発想っていうのはちょっとこう残念なあたりだったかもしれませんねはい、えー、ということでまあでもあのリアルタイムで見ないともう見ないでいい映画になっちゃうんでねあの見といてください、はい、R100 ぜひぜひ劇場でウォッチメン